俺には結婚を約束した。最愛の女性がいた。お互い30歳になる同い年で、彼女とは一生を共にしたいとプロポーズした。震える手で指輪を差し出す俺に彼女は、満面の笑みを見せながら涙をこぼしていた。よろしくお願いします。よっしゃ。和樹、声が大きい。俺は周りにいる人のことなど気にもせずに喜びの雄たけびを上げていた。ごめん。俺は顔を真っ赤にして美奈子に謝り、美奈子は慌てる俺を見ておかしいと言って笑っていた。美奈子は早くに両親を亡くして母方の祖母と二人暮らしだった。美奈子の祖母に結婚の挨拶を済ませて、この幸せが永遠に続くものだと俺は浮かれていた。ある日、俺は美奈子と近場の温泉に出かけていた。もう、たずきったら調子に乗って長風呂しすぎよ。悪い、ふらふらする。俺は風呂に浸かりすぎて、のぼせてしまった。あたりは日が落ちて、暗くなり始めており、美奈子に運転させるのは悪いと思ったけども、頭もぼーっとして、どうすることもできなかった。私が運転して帰るから、和樹は寝てていいよ。本当にごめん。俺は美奈子に何度も謝り、助手席のシートを倒して、横になっていた。あの温泉、気持ちよかったよな。だから調子に乗って長居しすぎたのかな。お肌もツルツルになった感じ。また行こうね。そうだな。俺は車の天井を見ながらぼーっとしていた。車のステレオからは美奈子が好きな曲が流れており、子守歌のように聞こえてきて、次第に眠くなっていった。俺がうとうと仕掛けた時、美奈子が独り言をつぶやいた。後ろの車、煽ってきてるのかな。そんな美奈子の言葉を最後に、俺の記憶が途切れた。その後、気がついたのは、3日後のベッドの上だった。何かが邪魔をして、視界を塞いでいた。周りを見ることができずに、俺は精一杯の力を振り絞って、声を上げた。あの、誰かいませんか。大きな声を出そうとしても力が出ずに、小さな声しか出なかった。クラマさん、気づきましたか。ここは病院ですよ。先生を呼んできますからね。看護師は俺に呼びかけたかと思ったら、パタパタと足音を立てて行ってしまった。そして医師らしき男性の声が聞こえてきた。クラマさん、聞こえますか？気分はどうですか？あの、どうして俺ここにいるんでしょうか？俺は、それまでの記憶がすっかりと抜けていた。しかし、すぐに美奈子と一緒だったことを思い出して、医師に美奈子のことを確認した。あの、美奈子は？美奈子はどこですか？医師は俺の問いかけに、しばらく黙っていた。クラマさん、事故に遭われたんですよ。事故ですか？俺はそう聞いて、少しずつ断片的に思い出し始めた。あの日、美奈子が運転する車で帰る途中に、突然、ものすごい衝撃を受けた。そこまでは思い出せても、それ以降のことがわからなかった。医師も看護師も、腕の体のこと以外何も教えてくれなかった。ベッドから体を起こすこともできず、俺には知るすべもなかった。何もできないまま、1週間が経過したある日、頭の包帯も取れて、少しずつ体調が回復していると感じていた。俺のベッド脇に、憔悴した顔の女性が立っていた。険しい顔をしながらも、どこか寂しげだった。
どうしてあんただけ生きてんだい。どうして美奈子だけ。結婚の挨拶の時に紹介された美奈子の祖母の邦子さんだった。病室中に響き渡る大きな声で俺は怒鳴られていた。俺は邦子さんの言葉を聞いて無理やり体を起こした。あの、どういうことか教えてください。あんた、何も覚えてないのかい。美奈子は頭を強打して、ここに運ばれた時には、そんな、どうして、美奈子はどこに。美奈子の葬式は、もう終わったよ。それに、ドナーカードっていうのを持っててね。美奈子の体の中は、空っぽで。それだけ言うと、邦子さんはその場で泣き崩れた。ふわー！俺は言葉にならない悲しみを叫んでいた。クラマさん、今は起き上がっちゃダメですよ。大きな声に驚き、看護師がすぐに駆けつけてきた。俺は数名の看護師に押さえつけられるようにして、ベッドに寝かされた。邦子さんは他の看護師の手を借りて、病室を去っていった。目を閉じると、美奈子の笑顔が頭に浮かんだ。その笑顔を守りたいと思っていたのに、どうして俺だけが生かされているのだろうと、自分のこれからの人生など、どうでもよく思えていた。そう思っていても、体はどんどん回復へと向かっていた。ベッドに起き上がり、徐々に立ち上がれるようになると、俺は退院することができた。退院した日、その足で美奈子の祖母の家へと向かった。美奈子の最後にも立ち会えず、せめて仏壇に手を合わせたいと思ったからだ。美奈子の葬儀からすでに3ヶ月以上が経過していた。記憶をたどりながら、美奈子の家の前へとたどり着いた。緊張で震える手で玄関のインターホンを押した。ピンポーンと鳴ってから女性の声が聞こえてきた。はい、どちら様。あの、クラマと申します。はい。名字を名乗る俺のことがわからないといった感じだった。あの、美奈子さんとお付き合いさせていただいていたクラマと言います。あの、美奈子さんに手を合わさせていただけませんか。そう言い終わると、返事もなく、玄関のドアが勢いよく開いた。俺はドアに近づこうとすると、邦子さんはとても険しい顔で、そこに立っていた。そして、手に持った何かを思いっきり俺の顔めがけて、投げつけてきた。このろくでなし、よくもここに顔が出せたね。邦子さんは、俺に何度も塩を投げつけてきた。あんたの顔なんて二度と見たくもない。さっさと帰ってくれ。俺は無言のまま邦子さんの怒りを受け入れていた。初めて出会った時とは別人のように痩せ細っていたからだ。たった一人の孫であり家族である美奈子を失って、どれほどの喪失感を味わったのだろう。俺はそんなことを考えると何も言うことができなかった。玄関先で塩を投げつけて怒鳴り散らした後、その場に崩れるようにして膝をつき泣いていた。俺は邦子さんに近寄り声をかけようとしたが、触らないでちょうだい。あんたの手なんて借りたくもない。強気な姿を見せたまま邦子さんは自宅へと入ってしまった。結局俺は一言も発することもなかった。誰も見ていない玄関ドアに一礼して、俺はその場を後にした。それからも諦めることなく、俺は美奈子の家へと通い詰めていた。どうしても仏壇の前で手を合わせたかったからだ。何度尋ねても、邦子さんの態度は変わることなく、惚れに怒鳴ってくるだけだった。最愛の人を見送れず、
遺影に手を合わせることも許されない。俺はやり場のない気持ちのまま仕事に復帰していた。生かされた俺は、美奈子に恥ずかしくない姿を見せたいと自分に言い聞かせて元の職場に戻った。職場ではみんなからお悔やみの言葉をかけられた。その度に喪失感と悲しみが溢れ出す。それでも俺は仕事に没頭していた。何かに集中していないと涙が流れてしまうからだ。それに今後、美奈子以外の女性と恋愛することなどできないと思っているからだ。仕事なら努力すれば成果もわかる。だから仕事ばかりしていた。そんなある日、邦子さんから俺の携帯に連絡が来た。一時期は頻繁に家に行っていたのだが、自分の気持ちだけで動けば邦子さんの悲しみが癒えないと思い、俺は家に行くのをやめていた。気づけば美奈子が亡くなり、一年が経とうとしていた。もしもし、鞍馬さんの携帯ですか？はい、そうですが。俺は携帯の画面に出た。見慣れない番号に恐る恐る通話ボタンを押した。私、美奈子の祖母の邦子です。邦子さん！突然の電話でごめんなさいね。今週末、お時間があれば、うちに来てもらえませんか？俺はそう言われて、美奈子の一周忌の法要に呼ばれたと思っていた。週末、俺は美奈子の家へと訪れた。よく来てくださいました。どうぞ、お上がりください。玄関先に出てきた邦子さんは、前以上にほっそりとして、元気がないように見えた。これ美奈子が大好きだった洋菓子屋のお菓子です。どうか仏壇に備えさせてもらえませんか？それはご丁寧に、ありがとうございます。俺は仏壇の前に座り、美奈子の遺影を見つめていた。そこには、とびっきりの笑顔を見せる美奈子の姿があった。ああ、いい写真だな。俺はそう心の中で、つぶやいた。手を合わせながら、じっと美奈子を見ていると、邦子さんが、後ろから声をかけてきた。それ、いい写真でしょ？あ、はい、とっても。自然と俺の目からは、涙がこぼれ落ちた。あら、あら、と言って、邦子さんはティッシュを差し出してくれた。ごめんなさいね。何度も来てくれてたのに。怒鳴り散らして追い返したりして。邦子さんは頭を下げてきた。そんな、頭を上げてください。俺が美奈子に運転なんてさせたせいなんです。いいえ、あなたたち二人に非はないんですよ。後ろから来たトラックの飲酒運転のせいです。やり場のない怒りを鞍馬さんにぶつけて、あなたには辛い思いをさせました。本当にごめんなさいね。いよいよ、私の体調も良くなくてね。私がいなくなった後、美奈子はどうなるのかと心配になって、急に連絡させてもらいました。調子が悪いのですか？大丈夫ですか？勝手なお願いですが、私がいなくなったら、美奈子のお墓参りをお願いします。邦子さんはそう言って、お墓があるお寺の住所が書いた紙を差し出してきた。そんなことを言わないでください。俺は、邦子さんの悲しそうな顔を見て、とても辛くなった。それとね、これもあなたに持っていてほしいと思って今日、お呼びしたんです。邦子さんは、一通の手紙を俺の目の前に出してきた。手紙の宛名の欄には、心臓をくださった方のご家族様、とだけ書かれていた。この手紙は、美奈子が臓器提供した方からのお手紙だそうよ。どうぞ読んでみて。俺は手紙を受け取り、静かに中から便箋を取り出した。綺麗に折り曲げられた便箋を開けると、そこには
びっしりと文字が書き綴られていた。それは、美奈子の心臓を移植された人からの感謝の言葉だった。長い闘病生活を送り、移植後に外の空気を吸えたことに感謝していると書かれていた。その字は、美奈子が書く字と少し似ていた。便箋には、角が丸く可愛らしい字が並んでいた。美奈子の心臓は、どこかの誰かの中で生き続けているんですね。邦子さんは何も言わずにこくりとうなずいた。ほどなくして、邦子さんはこの世を去った。俺は月命日には欠かさず、美奈子のお墓へと行き、手を合わせていた。それからというもの、俺は仕事ばかりしていた。美奈子を失い、40歳となった俺はすでに、新しい恋愛をすることを諦めていた。すでに事故からは10年という月日が経過していた。仕事に没頭し、独身が長くなると、部署の上司や年配の同僚から結婚を勧められるようになる。女性社員もパートのおばちゃんが一人で、その他は全員俺よりも年上社員ばかりで、どうしても独身の俺が気になるのか。結婚させようとお見合いの話まで持ち出してくる。適当に相槌を打ち、やんわりと断り続けていた。そんな時、他の部署から女性が移動してきた。その女性は30歳。偶然にも、美奈子という名前で、漢字も一文字違いの美奈子だった。はじめまして、磯村美奈子と言います。よろしくお願いいたします。彼女がみんなの前で自己紹介をした時、ニコリと笑った以後に、俺はドキッとしてしまった。なぜなら、美奈子と同じ位置にエクボができたからだ。今まで美奈子を失って以来、女性に惹かれることなどなかった俺が、どうしても磯村さんから視線を外すことができなかった。鞍馬くん、しばらくの間、磯村さんと一緒に仕事してくれるかな。上司のその声で、俺ははっと我に戻り、はい。磯村さん、よろしく。よろしくお願いします。それからは、常に磯村さんと一緒に仕事をするようになる。俺に迷惑をかけまいと、言われた仕事を一生懸命こなそうとし、必死にメモも取りながら頑張っていた。磯村さん、そんなに頑張らなくても大丈夫だよ。いえ、大丈夫です。私、こうやって仕事できるのが楽しいんです。楽しい？へえ、すごいな。俺のそんな初々しい時期なんて、いつのことやら。ははは、と俺が笑うと。私、長い間入院していた時期があったので、今、仕事ができる時間が持てて、嬉しいんです。そうなんだ。元気になって、よかったね。はい。磯村さんは、元気よく声を出して笑っていた。その時の笑顔があまりにも美奈子に似ていて、もしかして親戚なのだろうかと錯覚するくらいだった。それ以降、磯村さんの笑った顔が見たいと思うようになった俺は、磯村さんとたわいもない会話をする日が増え出した。一人で仕事することに磯村さんが慣れ出した頃、少し席を離れた俺に電話があったようで、机の上にその旨が書かれたメモが貼り付けてあった。その字を読んで、俺は動揺してしまった。美奈子が書く字とよく似ていたからだ。角を丸くして書く可愛らしい字がそっくりで、驚いていた。そこへ磯村さんがやってきて、メモに気がついたのかを確認してきた。このメモ用紙、磯村さんが。はい、つい先ほど連絡がありました。折り返しが欲しいと言われていましたので、お願いします。あ、うん、ありがとう。それだけを言うと、磯村さんは自分の仕事へと戻っていった。俺はなぜかそのメモ用紙が捨てれずに、
ポケットの中へと入れていた。磯村さんのことが、俺の中でだんだんと大きな存在となり始めたと感じ出した頃、年配の先輩社員からお見合いを勧められた。俺の知り合いの娘さんなんだけど、いい人いないかって聞かれて、鞍馬くんのことを話したんだよ。え？そしたら乗り気でさ、お見合いしないかい？いやいや、俺そんな気全くないので、そんなこと言わずにさ、会うだけでもいいから。いや、先輩社員は何度断っても俺がうんと言うまで話を続けようとしてきた。そんな俺の困り顔に気がついたのか、磯村さんがナイスタイミングで仕事の話で声をかけてきてくれたのだ。鞍馬さん、少し聞きたいことがあるのですが、今はお取り込み中でしたでしょうか？じゃあ、鞍馬くん考えといてね。はあ、俺はやる気のない返事をしていた。大丈夫でしたか？磯村さん、助かったよ。ありがとうね。で、聞きたいことって何だった？あ、ごめんなさい。あれは、話を遮るための口実で。あ、そっか。でも、本当に助かったよ。お見合い勧められてさ、その気もないのに、会うだけなんて相手に失礼だよね。そしたら、私と結婚してください。唐突に、磯村さんの口からそんな言葉が出てきたことに、俺は口をポカンと開けたまま、止まってしまった。あ、嫌だ、私ったら変なこと言って。でも、鞍馬さん見てたら自分を見てるようで。え？磯村さんも？父は、私が働くことをよく思っていないのです。長い間、入院していたこともあって、私の体のことを心配して、早く結婚しろと縁談を進めてくるんです。磯村さんは、まだ若いでしょ？もう、30歳です。そうか。結婚は自分で決めたいよね。鞍馬さんは、結婚に興味がないのですか？急に質問を振られてしまい、俺は少しの無言の後に、とっても好きな人がいたんだけど、結婚できなくてね。その人のことが忘れられないんだよ。おじさんのこじらせなんて、なんか痛いよね。俺は照れくさそうに、はははっと笑いでごまかした。そんなことないです。私もそんな忘れられない恋愛がしたいです。これからチャンスはたくさんあるよ。いえ、両親は私の結婚を焦ってるんです。今すぐにでも結婚させたいくらいに。そうなんだ。だからお願いします。恋人のふりをしてください。え、本気だったの？でも、俺は彼女が冗談で言っていると思い込んでいて、磯村さんの真剣な眼差しにドキドキとしていた。振りだけでいいのなら。よかった。そしたらお互いのことを知っておく必要があると思うので、今夜ご飯でも食べに行きませんか？俺が戸惑っていると、磯村さんはサクサクとお店と時間を決めて、さっと仕事に戻ってしまった。それ以降、磯村さんと作戦会議と称して、二人で会う機会が増え出した。どんな格好で行くのが父親からの好印象だとか、お互いの好きな食べ物や、どこで出会ったのかなど、いろいろと事前に知っておくべきことを、たくさん話し合った。そうして二人で過ごす時間が増え出すと、俺の中にある気持ちが芽生えているのを感じた。それは恋心だった。彼女と一緒にいることが楽しくて、磯村さんのことをもっと知りたいとか、もっと一緒の時間を過ごしたいとか思い始めていた。しかし俺は、その気持ちに素直になれなかった。40歳のおじさんに好かれても嬉しくないだろうし、それよりも、美奈子のことを裏切るようで怖かったのだ。その気持ちに蓋をするように我慢して、彼女の家へと挨拶に行く日がやってきた。磯村さんの家の近くで待ち合わせして、迎えに来てもらい、磯村家へと向かった。緊張していますか？は、
はい。ものすごくドキドキしていた。美奈子の祖母に挨拶に行くときとは、また違った緊張感だった。うまく嘘を突き通せるのだろうかという不安でもあった。私も緊張しています。でも、父は鞍馬さんに会うのを楽しみにしていましたから。なんかボロが出ないか心配です。ふふふっと磯村さんは笑ってみせた。磯村家につき、磯村さんが玄関のドアを開けて、中に入ると、ご両親は玄関先まで出迎えに来てくれた。ようこそいらっしゃいました。和樹さん、どうぞ上がってください。磯村さんから急に、名前を呼ばれた俺はドキッとしていた。あ、はい、お邪魔します。俺は靴を脱ぎ玄関を上がると、持っていた手土産を磯村さんの父親へと差し出した。あの、これお口に合うかどうかわかりませんが、よろしければどうぞ。父親は、俺の顔をじっと見るだけで、受け取ろうとしなかった。あらあら、お気遣いありがとうございます。そう言って、磯村さんの母親が代わりに受け取ってくれた。磯村さんから、早く結婚させたがっていると聞いていた俺は、歓迎されるだろうと勝手に思い込んでいた。しかし磯村さんの父親の視線は、すべてを見透かされているようで、ドキッとしていた。俺は和室に通されて座ると、目の前に父親が座った。そして磯村さんは母親を手伝うと言って、俺たちは早速二人っきりにされてしまった。すると父親がすぐに口を開いた。今回は、美奈子の茶番に付き合わせて申し訳ありません。いえ、お気になさらず。俺はとっさに答えた返事に、しまったという表情を見せた。あの、これは。必死になって取り繕おうとするが、磯村さんの父親にはすべて見透かされているようだった。いいんですよ。俺が見合い話なんかして結婚をせかしたばっかりに。俺は観念したように否定することもなく、無言で磯村さんの父親の話を聞いていた。あの子は長い間入院生活を送っておりましてね。中学生の時に心臓に重い病気があるのが分かったんです。ええ、入院していたとは聞きました。移植しないといけないという病状にまで悪化しましてね。運よくドナーの方が現れまして、おかげであの通り元気になったんです。ドナー？それ、いつの話ですか？あの子が二十歳の時ですから、10年前ですよ。10年前。俺の頭の中では、美奈子の顔が浮かんでいた。もしかしたら、などという想像をしていた。闘病生活が嘘のように元気ですけど、私としては、早くいい人と結婚して、子供も産んでほしいんです。そんな話をしていると、明るい声の磯村さんが、手作りのケーキをと言って、部屋に入ってきた。俺にバレていることは内緒で。磯村さんの父親は、しーっと人差し指を唇に当てていた。二人でどんな話してたの？いや、まあ、お前の昔の話だ。磯村さんの両親とは、和やかな時間を過ごして、その日は帰宅した。磯村さんの父親が知っていることを、本人に伝えるべきか、どうか悩んだ末、俺は真実を話すことにした。仕事の終わりに、俺は会社近くの公園へ、磯村さんを呼び出した。こんなところに呼び出してごめんね。私も先日のお礼が言いたかったんです。本当にありがとうございました。それで、磯村さんは、他にも何か言いたげにもじもじとしていた。俺は、そんな様子に気づくことなく、嘘がバレていることを話した。え？父にバレてるんですか？そんな、鞍馬さんがうちに来た日から何も言ってこないのに。父親ってすごいね。本当はね、嘘がバレてることは磯村さんに内緒にしてほしいって言われてたんだ。でも俺、この嘘を嘘じゃないことにしたいと思ってる。それって、磯村さんから、結婚してと言われて調子に乗ってるのかもしれない。
でももう一度、君となら恋愛したいと思えた。君の本当の気持ちを聞かせてほしい。私も、この嘘を本当にしたいって思ってます。磯村さんは、そう言うと顔を真っ赤にして、ふつむいてしまった。そして俺たちは、嘘から始まった恋人同士が、本当の恋愛へと発展した。一つ聞きたかったんだけど、どうして俺に恋人のふりをお願いしたの？実は、私が入院中にいつも一緒にいてくれた、熊のぬいぐるみが、クラマさんによく似てるんです。それに、なんだか初めてな感じがしなくて、前から知ってるような親近感が湧いて、だから、クラマさんならと思ったんです。そっか、そうだったんだ。俺は磯村さんが首をかしげるくらいに一人でふふふっと笑っていた。親近感か。磯村さんの中で鼓動を打つ美奈子の心臓がそうさせてくれたのかなと思った。しかし美奈子の代わりとしてではなく、磯村さんという人に恋をした俺は10年間財布の中に忍ばせていた。美奈子の笑顔の写真を抜き取った。俺はその写真を美奈子へ当てられたあの手紙と一緒に引き出し奥へとしまい込んだ。本当にありがとう。これからも見守ってくれな。俺は美奈子の写真を見つめながら、そう心の中でつぶやいていた。ただいま戻りました。営業先から帰った瞬間、上司の池谷課長と目が合い、これは早速お小言だと悟った。倉沢くん、ちょっと来て。はい、とは言ったものの、すでに声からうんざりの気持ちが溢れてしまっていた。俺はこの会社に入って半年の新人営業社員。まだ一人で営業先を回って契約獲得することはできないが、すでにお得意先となっている会社に書類を届ける使い走り程度なら仕事を任されるようになっていた。だが、その走り仕事でもヘマをしてしまったのだ。倉沢くん、君は今日何のためにお得意先に行ったの？見積書を届けるためです。そうよね。でも、その見積書を持たずに出かけたわけね。申し訳ありません。俺の謝罪に返されたのは、これ見よがしのため息だけだった。確かに小学生でもできる仕事でミスをやらかしたのだ。しかも、得意先でのんきにコーヒーまでいただいて、いざ資料をとなったら、カバンに入っていなかったのだから、笑うに笑えない。俺だって血の気が引いた瞬間だった。みっともなく、カバンの中をごそごそ何度も探すくらいに慌てたし、目の前のクライアント様に資料を忘れたと正直に告げなければならない時の地獄の炎に飛び込むかのような苦しさは二度と味わいたくない。君さ、自分が新人だってことにあぐらかいて、努力して上を目指そうって気持ちがないんじゃないの？池谷課長の指摘に、俺はただただ頭を下げ続けるしかなかった。こんな会社、入りたくて入ったわけじゃない。そんな思いが湧き上がってくる。もともと子供の頃から聞かれても困る質問があった。君にはしたいことがないの？この質問をされるたびに、笑ってごまかしながら、特には、と言葉を濁すのだ。何をやっても、そこそこには面白いと思う。でもだからといって、周りの友達のように、一つのことにはまり込んで、熱中するなんてことは、何一つなかったのだ。だから、大学も入れるところなら、どこでもいいや、だった。何もかもを犠牲にして、勉強に打ち込むこともなかった。適当にエフランと馬鹿にされる大学のこれまた何を学ぶという意思もないゆえにただ通り過ぎてきた文学部。
入社試験の時に語った志望動機は、一言も自分の言葉が出ない俺を見かねて、先生が考えてくれた文章を丸覚えしただけだった。そんな人間に向上心などあるはずもない。この課長も上司でなければ目の保養になる美人なのに。美人だけど、触れば切れる鋼の断崖絶壁に咲く高嶺の花。それが池谷課長の評判だった。倉沢くん、ちゃんと聞いてるの？つい思考がさまよってしまい、すぐに池谷課長に見抜かれて怒鳴られる。いい？会社っていうのは、ずる賢く手抜きしてもバレないとか、誰か一人が頑張ればいいってものではないの。みんなでお客様にいいものを提供するには何ができるのかってマインドを持つことがお客様に伝わっていくの。申し訳ありません、と頭を下げたが、内心はうんざりだった。もともと精神論なんてうさんくさくて嫌いだった。会社の仕事に熱心なのは、それは偉いことなのかもしれないけれど、それを人にまで強要するなよというのが本心だ。心が伝わるとか、エスパーかよ。だけど、その思いは池谷課長には伝わったらしい。倉沢くんは、返事さえしていれば、いずれ解放されるから、とりあえず謝っておけばいい。くだらない精神論なんて聞いてられないって思ってるでしょう。いえ、そんなことは。池谷課長はもう見放したというようにため息とともに立ち上がった。言っても通じないなんてね。こんなこと言いたくないけれど、倉沢くんは学生時代も真剣に勉強に取り組んだことなんてないんだろうね。君からはもっと上を目指そう。そのためには辛いことも取り組んでみようっていう意気込みが全く感じられない。頑張ったことのない証拠よ。これだから低学歴はダメだって言われちゃうのよ。この学歴差別主義者。俺は去っていく池谷課長の背中に言ってやりたかったが、何一つ反論できる材料がなかった。だから黙ってうつむいているしかなかった。自分のデスクに戻ると、隣の席の同僚が、お疲れ、と声をかけてくる。課長の大目玉を食らって大変だったな、とねぎらいつつ、見積書持ってかないとかどんだけドジだよ、と笑われた。まあ確かに、お前のミスもどんだけだけど、怒鳴られても治らんし、腹立つだけだよな。確かに腹が立つし、低学歴などという抽象は、言っても何の役にも立たないことだ。こんな風にみんなのやる気を削ぐような上司の下で働くってどうなんだろう。自分にやる気がないのを棚上げして、そんなことも考えてみる。どこの会社にでも嫌な上司というのはいるものなのかもしれないけれど、池谷課長はなぜこんな対応をするのだろう。美人なんだし、女性の気遣いなんてあれば、みんな池谷課長のためにとかって頑張りそうなのに。トイレに立った俺は鏡の中のいつにも増して情けない自分の顔にため息をついた。仕事中にそんなでかいため息つくなんて失敗でもしたのかね？え？あ、社長。俺は鏡の中に映り込んできたキリッとした壮年の顔に飛び上がりそうになった。失敗して上司に叱られましたって顔だな。申し訳ありません。反射的に頭を下げたが、この社長は池谷課長のことをどう思っているのだろうという考えが一瞬頭をよぎった。社長、池谷課長のことなんですが。池谷くん？ああ、池谷くんに怒られたのか。彼女は美人だから。怒ると怖そうだね。そうなんですよ。それに僕みたいな低学歴は使えないらしくて、僕にはこの仕事合ってないのかなとか落ち込んでるんです。僕の少しの匂わせで社長は何かを感じ取ったらしく、顔色を変えた。会社を辞めたいのかね？
あ、いえ、僕みたいなのを雇っていただいただけでありがたいので。でも池谷課長の言い方もどうなんだろうなと思って。すいません、なんか言いつけるみたいですよね。俺は社長と話すこの空気感に耐えられなくなって、頭を下げて退散しようとした。だが、社長が俺を呼び止めた。倉沢くん、一週間後の飲み会に出席するかい？え？あ、はい。もともとは欠席しようと思っていた会社の飲み会だったが、社長に聞かれて反射的に、はい、と返事をしてしまっていた。池谷くんがなぜあんなに仕事にも人にも厳しいのか、飲み会に来たらわかるかもしれないよ。社長の言わんとしていることはわからなかったが、質問する前に社長が手を振って出て行ってしまった。飲み会に出れば池谷課長のことがわかるってどういうことだろう。俺は社長の言った飲み会の日まで、なんとかミスをすることなく過ごすべく、細心の注意を払って仕事をしていた。それでも何度か池谷課長のお小言は食らったのだけれど、一週間後の飲み会には、いつもの面倒くさいという思いとは違う、少しワクワクする気持ちで出かけていった。社長と池谷課長は並んで座っていたが、あからさまに近くに座るのもと思って、池谷課長の顔が見れる範囲の対面の離れた席に座った。社長の乾杯の温度の後で、酒と食事が進んでいく。社長はグルメらしく、時々お気に入りのレストランや居酒屋を見つけては飲み会を企画するのだ。社長が結構な額を出してくれるおかげで、俺たちお金のない新入社員も美味しいものにありつけるのだから、ありがたい飲み会なのだ。いつもはのんびりと飲み食いする社長が、今日はやけに池谷課長にお酒を勧めている。これは最近私が気に入っているシャンパンでね。池谷くんならこの味の違いが分かってくれると思ってね。シャンパンですか？私に分かりますかね。最近お酒は自制して口にしていないので。まあまあ、あれから時間も経って昔の君ではないんだから、今日ぐらい楽しみたまえ。池谷課長はお酒を自制しないといけないようなことを過去にやらかしたのかな。聞き耳だけは大きくしていた俺は、社長と池谷課長の話に勝手な推論をしていく。しばらくすると明らかに顔の赤くなった池谷課長が、ちょっと失礼しますと席を立った。すると社長も席を立って俺の横にやってきたのだ。突然社長がやってきたことに、同席の仲間たちもびっくりした顔になる。だが社長はそんなことなどお構いなしに、櫛を取り出すと、俺の髪型をいじり始める。倉沢くんは、あんまり自分の見た目の良さを引き出せていないよな。髪もこうした方がずっと男前だ。そう思わんか？同僚たちが社長のスタイリングで変わった俺を見て、おーと声を上げる。社長は面食らっている俺の背中を押した。ちょっと鏡で自分の顔を確認してみてきなさい。俺の座っていた席は社長に奪われ、俺は仕方なくトイレに向かった。こんな風に社長が俺の髪型を変えることで何がわかるというのだ。社長の考えが読めずに歩いていた時だった。マサト？不意に横から声をかけられて振り返ると、そこには池谷課長がいた。しかも涙を浮かべた顔で。マサト？池谷課長は俺の声に我に返った。だが溢れた感情は止められなかったようで、涙は幾筋も頬を伝っていた。びっくりする俺に、池谷課長が恥ずかしそうに走って店を出て行こうとするので、弾みで俺も後を追いかけた。池谷課長、どうしたんです？ついてこないで。そんなこと言われても、泣いている女性を放置とかできないですよ。具合とか悪いんですか？大丈夫だからと言って、
足早で走って行こうとする池谷課長。だが、お酒が入っているせいで、ふらついているのが気になって、バカみたいに後をついていった。店の外には、景色を楽しむためなのか、植え込みの中にベンチが置かれていた。課長、あそこでちょっと休みましょう、ね。俺の必死な声の調子が伝わったのか、池谷課長が素直にベンチに腰を下ろした。隣に座ったものの、何を言ったらいいのかわからずにいた俺は、とりあえずハンカチを課長に手渡した。ちゃんと洗濯はしてありますので、使ってください。あ、ありがとう。池谷課長はハンカチを受け取ると、目元を押さえて恥ずかしそうに笑った。いつもの怖い鬼ババアの弱みを見つけたって思ってるでしょ？鬼ババアだなんて思ってないですよ。まあ、怖いですけど。倉沢くんは素直だな。池谷課長が、初めて見る優しい顔で笑っていた。さっきは本当にびっくりした。倉沢くんがマサトにそっくりだったから。その髪型どうしたの？俺が素直に社長がやったと言うと、課長は、社長か、と困ったように笑っていた。それから池谷課長が話してくれたことは、思っても見ない衝撃的なものだった。池谷課長には5年前に婚約者がいたのだそうだ。自分で会社を起業しようとしていた大学時代からの彼氏で、これからやっと夢が軌道に乗りそうだという時に、交通事故で亡くなったのだという。本当に頑張り屋な人で、どんなに苦しい時でも一番闇が濃くなるのは夜明け前なんだって言ってた。今の苦しみを超えられれば、光が差す朝を迎えられる。感動の時が待ってるんだって。私はそんな彼が大好きだったし、支えていきたいと思っていたの。俺とは正反対の人だな。それが俺の感想だった。そんな彼を失って、しばらく私は使い物にならなかったと思う。毎晩お酒に逃げて、何度も社長に怒られたものよ。愛していた相手なら、その相手を理由に自分を壊して申し訳ないと思わないかって。その言葉に目が覚めて、私も前向きになろうと思えたの。社長が池谷課長を苦しみから救った人だったのか。それと、俺がどう関わるのだろうと思っていると、池谷課長が俺に笑いかけた。私も仕事に打ち込んで、前みたいに泣いて暮らすことはなくなった。そしたら、君がうちの会社に入ってきた。すごいびっくりしたよ。マサトにそっくりだったから。え？俺が課長の元婚約者に？俺は思わずベンチから立ち上がってしまった。この髪型は、池谷課長の元婚約者に似せるために、社長が仕組んだことなのだ。社長も意地悪よね。立ち直ったとはいえ、こんないたずら仕掛けるなんて。でも、私への社長からの戒めでもあるのかもね。池谷課長はそう言うと、不意に俺に向かって頭を下げた。今まで、倉沢くんには必要以上にきつく当たってたよね。多分、マサトに似ている君に、流されないようにという自分への思いのせい。そして、マサトと私が一緒に持っていた熱い思いを君にも持ってほしいと押し付けていたのかもしれない。そう言われた瞬間、なぜか俺の中で湧き上がる思いがあった。今まで何事にも面倒くさいとしか思わず、やる気なんてどうやって起こしたらいいのかわからないような人間だったのに、悔しさに似た思いが胸の中に溢れたのだ。池谷課長が俺に厳しかったのは期待の裏返しだったということだ。だけどそれに応えない自分に失望し、でも見放さないで何度も叱ってくれていたのだ。俺は今まで期待なんてされたことあっただろうか。それがたとえ元婚約者の面影を追ってのことであったとしても、
人にやれるはずだと信じてもらったことなんてなかったはずだ。俺も申し訳ありませんでした。バカだから仕事なんて課長の半分もできないけれど、せめてやる気だけは示せたはずなのに。池谷課長は俺の言葉に目を丸くしていたが、嬉しそうにうなずいた。新人だもの、ミスはつきもの。それをフォローするために先輩がいるのよ。でもやる気は見せてほしいわね。俺はうなずくと、池谷課長に手を差し伸べた。みんなのところに戻りましょう。そうね。さっきから社長もニヤニヤしながら迎えに来てるからね。店の入り口を見ると、確かに社長がこちらを手招きして立っていた。寒いから早くしろと言ってるようだった。こんな会社に入りたくて入ったわけじゃない。そんなことを思っていたけれど、俺は予想外に素敵な会社に入れたのかもしれない。部下を思いやる社長がいて、やる気に満ちた上司がいる。俺も少しはやる気を見せて、会社の役に立つ人材になれるのかな。今まで何も頑張ってこなかった自分が歯がゆい。でもこれからだって間に合うはずだ。社長や課長のもとで、俺も頑張っていきたいと思った。そしていつか池谷課長の婚約者に負けない男になれたらいいなと思う。ブサイクは帰れて。高校の時の友人の結婚式に呼ばれた孫のアンナ。しかし彼女を待ち受けていたのは思いもよらないひどい言葉だった。何よりもアンナを傷つけたのは新郎の沼田くんだ。彼は友人のような顔をしてアンナに招待状を送りつけてきたが、本当は元恋人でもあった。しかも身勝手にアンナのことを捨てた相手でもあったのだ。傷ついたアンナの泣き顔を見た俺は、大企業沼田コンセルの社長でもある彼の父親に電話をかける。株30億すべて売却で。俺にとってたった一人の家族であり、かけがえのない存在のアンナを傷つける人間は誰であろうと許さない。込み上げてくる怒りは最高潮に達し、復讐劇が始まるのだった。俺の名前は高尾光秀、65歳。数年前に仕事をリタイアしてからは、都会から田舎へ移り住み、のんびりと畑仕事をしながら二人暮らしをしている。と言っても、一緒に暮らしているのは妻や子供ではなく孫だ。今年22歳になった孫の名前はアンナという。俺に残されたたった一人の家族だ。結婚して子供が生まれたのは、俺が今のアンナと同じ22歳の頃、妻の名前はルリコ、俺と同い年だった。お互いまだ大学生という身であったし、何よりルリコは両家のお嬢さんだった。一般家庭の俺との交際など許されるはずはなく、半ば駆け落ち同然で、親の反対を押し切る形で結婚した俺たち。幸いにも二人の茨の道を祝福するように、すぐに娘の桜を授かった。親には認めてもらえなかったが、桜の誕生のおかげで神様は味方をしてくれていると、そう信じることができたのだ。しかし幸せな生活はそう長くは続かなかった。桜が中学生になったその年に、ルリコは突然の病に倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまったのだ。これは俺と桜にとって晴天の霹靂だった。ルリコの両親は残された桜を引き取って育てると申し出てきたのだが、それを一蹴したのは桜自身だった。私はお父さんと暮らしたい。もう中学生だし、どうやって生きていくかは私が決める。まだ中学生だと思っていた娘の覚悟ある言葉に、
思わず泣かされてしまった俺。父さんと一緒に暮らそうな。溢れる涙を抑えることができず、桜のことを抱きしめた時のことを今でも覚えている。しかし、運命とは残酷なもので、俺にさらなる試練を与えてきたのだ。それは、桜が22歳になり、俺の手を離れるかどうかというとき。お父さん、怒らないで聞いてほしいの。私、実は妊娠してるの。でも相手のことは絶対に言えない。そしてこの子を産むつもりよ。突然の衝撃的な告白に驚かされたが、落ち着いて考えた。そもそも、子供が生まれるということは、祝福すべきことではないだろうか、と。桜は若くして、辛い思いをしたこともあって、精神的にしっかりしている子だから、シングルマザーでも十分やっていける。俺が今やるべきことは、憂うことではなく、前向きに彼女を支えてやることだ。そして、桜は無事に女の子を出産した。肌の色は透き通るように白く、赤ん坊ながら日本人離れした顔立ちをしていたアンナ。父親にあたる人は外国人だったのか。ということは、もう日本にはいないのかもしれないな。この子は父親の顔を一度も見ることがないまま、生きなくてはならないだろう。俺は複雑な思いを抱えながらも、新しい命の誕生を祝ったのである。相手の遺伝子を強く受け継いでいるのか、アンナは同い年の子供たちの中にいても、遠目で判別ができるほど背が高く、顔つきも違っていた。そのせいで、幼い頃から周りの子供たちにからかわれることもあった。自分のことを不細工だと思い込んで育ち、目が悪いわけでもないのに、顔が隠れそうなほど大きなメガネをかけて、髪の毛を短く切っていたアンナ。学校に行くときも、スカートではなく、ジャージを着て登校しており、パッと見では背も高いので、男の子に間違えられることまであったのだ。本当は、女の子らしい服を着たいけど、周りの女の子と比べられることが怖かったのだろう。なぜなら、家族で遠くに出かけるときは、桜が手作りしてやったワンピースを着て、おしゃれをしていたからだ。アンナにはとてもかわいそうなことをしてしまった。私はひどい母親ね。さくらは不自由そうに生きるアンナを見て、いつもそんなことを嘆いていた。そんなアンナも高校1年生の時に初めての彼氏ができる。相手は沼田健二君といって、サッカー部のキャプテンをしており、異性からも同性からも人気があるタイプ。しかも、お父さんが大企業の社長でもあり、いわゆるお坊ちゃまだったのだ。女子生徒からは引く手あまたの男子生徒と聞いて、俺は少し不安にも思ったが、相手がどんな人であろうと、アンナの良さを理解してくれる人が現れてよかったと、ほっと胸をなで下ろした。沼田くんは、私のことを普通の女の子と同じように接してくれるの。むしろ背が高くて、モデルみたいだって褒めてくれた。アンナは、これまでと違って、嬉しそうに笑うことが多くなり、あれほど他人の前では履きたがらなかったスカートを履いて、登校するようになった。しかし、喜びも長くは続かず、半年ほどでその付き合いも終わってしまったのだ。沼田くん、他に好きな人ができたんだって。やっぱり私のことは好みじゃなかったみたい。どうやら相手から一方的に別れたいと言われたようで、その後アンナはしばらく元気がなかった。けれど学生時代の失恋話などよくあることだ。相手を恨むような性格ではない彼女は、俺や桜の励ましですぐに元の調子を取り戻したのである。しかし、失恋から立ち直った直後、人生で二度目のとんでもない悲劇が起きる。なんと、桜が交通事故で他界してしまったのだ。突然、大好きだった母親を亡くしてしまったアンナは、悲しみに暮れてしまい、高校にも行けなくなってしまう。授業を受けていても、ふとした時に桜のことを考えてしまい、
泣き出してしまったりと、情緒が不安定だったからだ。そんな時、沼田くんがアンナのことを心配してくれて、家まで会いに来てくれたのだが、こともあろうに付き合っている女生徒と一緒にやってきたのだ。せめて一人で来るべきだろう、と俺は内心で思ったが、アンナは沼田くんのことが心から好きだったようで、来てくれただけでも嬉しいと笑っていた。アンナ、早く学校へ戻ってきてくれよ。みんな心配しているんだから、俺も友人として心配してるよ。今更友人だなんてよく言えたものだ。しかも、心配しているという沼田くんの言葉は、心から出たものではなく、教師に対して自分の株を上げるための行為だということが、その後になって判明する。それは、久しぶりに学校へ登校した時のことだ。朝出て行ったと思ったら、1時間もしないうちに戻ってきたのである。どうしたんだ？何か忘れ物をしたのか？するとアンナは、涙を流しながら俺に言った。沼田くんの彼女に帰れと言われたの。あれは嘘だって。もう友人とすら思われていなくて、本当は気を使うのがめんどくさいから、二度と来てほしくないんだって。俺はそれをきっかけに、アンナを連れて、都会から田舎へと引っ越すことを決意した。ちょうど、長年勤めた会社をリタイアしたということもあったし、思わぬ収入が入ってきたこともあり、思い切って田舎に家を買うと決めたのである。田舎で暮らし始めたことは、アンナにとってリフレッシュになったらしい。最初は日本人離れした姿が目立って、キーの目で見られるのではないかと思ったが、俺たちが移住した場所は、Iターンを推奨している町でもあり、都会や地方都市から来た人もたくさんいた。むしろ受け入れてくれる人の方が多かったのだ。数年間、俺はアンナと一緒に自然や人々と触れ合い、町おこしの活動などをしながら暮らした。そんなある時、沼田くんから結婚式の招待状が届く。せっかくアンナの心も癒えて明るくなっていたところだったのに、あんなことがあって、アンナを自分の結婚式に呼ぼうとするなんて、無神経な奴だと思ったが、大企業のお坊ちゃまは、できるだけ多くの知り合いを結婚式に呼びたいのだろう。アンナだって傷つけられたのだから、今更出席するわけがない。俺はそう思っていたが、なんと彼女は結婚式に出ると言い始めたのだ。私、もう逃げたくないの。それにここに来て、自分に自信がついた。最近はママも夢に出てきて、私のことを応援してくれてる。私は誰の前に出ても恥ずかしくない。確かに、アンナは見違えるほど綺麗になった。しかし、未だ大きなメガネを外すことはなく、そのことが気がかりではある。俺は心配なので、東京までアンナについていくことにした。結婚式会場の前まで送り、終わるまで時間を潰そうと思っていたのだが、アンナはすぐに泣きながら俺のところへ戻ってきてしまった。不細工は帰れって。アンナはそうつぶやき、大きなメガネの奥にある目には涙をたたえていた。子供のように泣き始めたアンナの姿を見ていると、激しい怒りがこみ上げてきた。ええ。結婚式に招待しておいて、沼田くんはお前にそんなことを言ったのか。なんてひどい男なんだ。直接言われたんじゃないけど、高校時代の同級生たちと話しているのを偶然聞いてしまったの。アンナの話によると、沼田くんたちの会話はこうだ。さっき入り口でアンナが来てるのを見たんだけど、まさか沼田くん、彼女のことも招待したの？いや、でも友人だからね。高校の時の友達には、とりあえず全員に招待状を送ったんだ。社交辞令だよ。でも、彼女は引っ越して遠くに行ったから来ないと思ってたけど。社交辞令なのに勘違いして来ちゃったってこと？昔からアンナってちょっと思い込みが激しいよね。高校の時だって、自分は沼田くんの彼女だって思い込んじゃってさ。
本当に痛い子。ブサイクは帰れって感じ。沼田くんもそう思うよね。ああ。そこまで聞いて、アンナは会場を飛び出してきてしまったらしい。私、ずっと勘違いしてたんだね。沼田くんは、私のことなんて最初から何とも思っていなかった。でも、私は彼が好きだし、好きな人には幸せになってもらいたい。だから結婚式に出て、心から祝福したかった。俺は、怒りが顔に出るのを必死にこらえながら、笑顔でアンナに言う。もう泣くんじゃない、アンナ。俺がお前の無念を晴らしてやるからな。え？泣くのをやめて、俺の顔を不安そうに覗き込むアンナ。スマホを取り出すと、とあるところへ電話をかける。それは、新郎の父親である、沼田コンセルンの代表取締役への直通番号だった。しかし、結婚式の最中の沼田社長が出ることはなく、代わりに秘書が応対する。もしもし、私が保有している沼田コンセルの株をすべて売却したいんだ。突然の俺からの申し出に、相手は動揺を隠せない。え？一体何をおっしゃっているんですか？株30億、すべて売却で。俺はアクセルをぐっと踏み込むようにそう言うと、電話を切った。アンナが、不安な表情で俺に聞いてくる。今、どこへ電話したの？株30億ってどういうこと？それなんだが、実はアンナに黙っていたことがあるんだよ。私に黙っていたこと？ああ、お前の父親についてだ。するとアンナはメガネを外し、大きな目を見開いて俺を見つめてきた。おじいちゃん、私のお父さんのことを知っているの？桜が亡くなった後、お前の父親の代理人だと名乗る人物から連絡が来たんだ。私のお父さん？それはどんな人なの？アンナの顔の中でも、秀でて高い鼻。そして、灰色がかった瞳の色。昔から彼女には、どことなく高貴な雰囲気が隠されているのを感じていた。そして、桜が本当のことを、墓場まで持っていかなければならなかった理由が、そこにはあったのだ。アンナのお父さんはね、中東のとある国の、豪族の出身で、石油開発の企業を経営する大富豪なんだよ。にわかには信じがたいかもしれないが、お前の顔には気品がある。俺の遺伝子なんか、足元にも及ばないような。だから周りには、理解されなかったのかもしれない。ええ。何を言っているの？私が大富豪の娘？そんなわけないよ。だって私は誰よりも不細工だし、沼田くんにも相手にしてもらえなかった。それは次元が違いすぎてわからなかったんだ。人間はそれがどんなに素晴らしいものであっても理解ができなければ、恐れて排斥してしまうものなんだ。みんなアンナの本当の姿に対して無意識に恐れを抱き、わからないまま、ひどいことをしたんだろう。当時、アンナの父親は、日本の文化が好きで、学生時代に日本に留学しに来ていたという。広大な土地にある、宮殿のような自分の家から出なくとも、生きていける身分。しかし、彼は外へ出て、異文化を学びたいと思ったらしい。その道すがらで、桜と出会い、お互いに思いを寄せる関係になったのだ。両家のお嬢様育ちで、幼少期は海外で暮らしたこともあった。妻のルリ子の影響を受けていた桜。外国の言語や文化を理解したい二人が出会って恋に落ちたのは、まさに運命としか言えないだろう。しかし、結婚は絶対に許されないことだった。俺とルリ子の関係も認めてもらえないままだったが、はるかに次元が違いすぎる。二人の境遇。結局、桜は彼との人生を諦めるほかなかったのである。お父さん、私のお腹の中には新しい命が宿っているの。俺に告白をした時の桜の言葉と表情を思い出す。そして、この二人のことを
命を懸けて守っていこうと決意した俺の気持ち。アンナを傷つける者だけは絶対に許すことはできない。お前の父親から石油関係にも深く携わっている沼田コンセルの膨大な額の株を譲渡してもらったんだ。まさかこんな形で繋がってくるとは思わなかった。本当は沼田君は絶対にアンナを選ぶべきだった。それなのに彼は運命に背いたのだ。そんな、私は。俺は下を向くアンナの肩に手をやる。今頃、沼田君のお父さんのところへ連絡が行って大変なことになっているだろう。アンナは傷つきながらも十分に向き合ってきたよ。ここからは俺が引き継ぐ。運命に背くことがどういうことなのか、きっちりと彼らに教えてやるんだ。あまりの衝撃の事実に対して言葉を失っているアンナを残し、俺は結婚式の会場へと向かった。株の売却の知らせはすぐに伝えられたようで、予想通り結婚式は大混乱の様相を呈していた。そもそもこの結婚は政略結婚。新婦の父親も大企業を経営する資産家ではあるものの、世界情勢の影響で昔に比べれば財政は下降の一途だった。その回復のために自分の娘と沼田コンセルの息子を結婚させたかったのだ。そう考えると沼田君も決して自由ではなかったとも言える。俺がそっと会場のドアを押して中に入った時、会場全体がざわついていた。会社の危機的状況をいち早く知った新郎の父親である沼田社長が突然退席してしまったからだ。司会者もどうしていいかわからずに完全に式の流れは止まっていた。何が起きたのかわからずに、ただ綺麗な衣装を身にまとって座っている沼田君に近づいていく俺。彼はいち早くそんな俺に気がついて、アンナのお父さんと声をかけてきた。するとその場にいた全員が俺の方へと視線を送る。何百人という人々の視線に熱を感じた。人に見られるというだけで人間は何かしらの影響を受けるのだろう。奇異な目で見られ続けていたアンナがどれほどの悪影響を与えられたのか。俺は会場の中にアンナに暴言を浴びせた人間を探したが、そもそも顔を知らない。一体どんな顔をした奴がアンナの顔をブサイクと言ったのか見定めてやりたかったが、今は沼田君に全てを伝えることが先だ。アンナさんは来てくれているんですよね。沼田君は俺の後ろに視線をやり、アンナを探しているようだった。この後に及んで、まだアンナの名前を口にするとは、証拠りもない男だと思う。ふつふつと湧いて出てくる怒りをこらえながら、俺は笑顔を作った。アンナは外で待っているよ。本当は君に一言、祝福の言葉をかけたかったようだけど、残念ながら帰れと言われたようでね。ひどく落ち込んでいるよ。せめて、社交辞令でもいいから、来てくれてありがとう。くらい言ってやってほしかったな。沼田君の顔は青ざめている。違うんです、お父さん。僕は君にお父さんなんて呼ばれたくないね。不愉快だ。そう口にしながらも笑顔を作り続けていたつもりだが、それが逆に不気味さを醸し出していたのかもしれない。新婦の父親である宇佐美フィナンシャルグループの宇佐美社長が俺に向かって言った。失礼ですが、あなたは沼田さんとどういったご関係ですか？どういったご関係かと聞かれると、返す言葉に詰まるんですが、沼田コンセルの株を30億ほど持っているという立場ではあります。いや、持っていたになるのかな。先ほど売却を申し出たので。すると、途端に宇佐美社長は、顔面蒼白になる。一体何をおっしゃっているんですか？30億の株を売却だって？そんな話は聞いていない。ですから、今しがたの出来事なのです。でなければ、
大切な一人息子の結婚式をいきなり退席したりしませんよ。何が起きているのかわからないといった表情で固まっている新郎新婦。俺は二人の前に立ち、ありったけの笑顔で言ってやった。ご結婚おめでとう。しかし、結婚は幸せに満ちているばかりではない。この先、多くの困難が待ち受けているかもしれないんだ。しかし、愛があれば、その困難も超えていけるだろう。二人の未来を心から祝福するよ。しかし、それに物を申したのは宇佐美社長だった。いや、この結婚は一旦保留だ。何より、新郎の父親が退席してしまっている。来ていただいた多くの皆様には申し訳ないが、今日はこの辺で。俺は、そんな彼を睨みつけてやった。よっぽど俺の目に恨みがこもっていたのだろう。彼は、蛇に睨まれたカエルのごとく固まってしまい、ただ呆然と立ち尽くしている。結婚は本来、当人だけの問題です。家だとか親だとか、そんなものは、二人の後からついてくるべきだと思いませんか？そうでなければ、何が幸せだと言うんです？本当に好きな相手と、永遠に愛を誓うことが、結婚ではないのですか？そして、雷にでも打たれたように、硬直している沼田君に、視線を移した俺。アンナは君のことを心から好きだったんだ。それなのに、こんな中途半端な真似をして、いっそのこと、完全に縁を切ってくれたらよかったのに、なぜ結婚式なんかに招待したんだ？そこまでして、アンナのことを傷つけたいのか？そんな。沼田くんは、そうつぶやきながら下を向いた。俺はそんな風に逃げようとする彼に、さらに追い打ちをかけてやろうと、口を開きかけた。その時、やめて、おじいちゃん。必死な形相をしたアンナが、俺たちに向かって駆け寄ってきたのである。私は確かに傷ついたけど、それは沼田くんのせいではないの。私が傷ついたのは、私が弱かったから、それだけよ。アンナの顔にメガネはなかった。突然現れた美女に会場がどよめいている。完璧に化粧をして、桜が丹精込めて作った衣装に身を包んだアンナは、誰と比べるまでもなく、この会場で最も美しかったのだ。お前はずっと、ひどい言葉をかけられ続けてきたんだぞ。逆に今、その言葉を返してやるべきだ。お前が醜い奴を醜いと言えば、誰だって言い返せないだろう。それくらいアンナは絶対的に美しいんだよ。俺は精一杯褒めたつもりだったが、アンナの目からは辛そうな色と涙が溢れていた。どうしたんだ、アンナ。俺の言葉に対して泣きながら首を横に振る彼女。私はそんなこと望んでない。もし誰かのことを醜いと言ったら、私の中にある大切なものが壊れてしまう気がする。そうなったらきっと、この先もずっと幸せになることはできない。他人のことを醜いと罵ることの醜さ。私は、はっと正気に戻った。おじいちゃん、もう帰りましょう。畑のお野菜たちに水をあげなきゃ。それから、間に合うのであれば、株の売却の話は白紙に戻してほしい。きっとママだって、こんなことは望んでないと思う。アンナの訴えに、俺はうなだれるしかない。ああ、確かに桜は望んでいないよな。優しい子だったんだ、あの子も。桜、そしてルリ子の顔も、頭の中に浮かんできた。二人とも優しくて、素敵な女性だったのに、俺は。アンナ、君を傷つけて、本当にすまなかった。突然、沼田くんの声が会場に響く。俺とアンナは、思わず彼の方を見た。沼田くんは席から立ち上がると、アンナの方へと駆け寄ってきた。僕はアンナに、どれだけ恨まれても仕方ないと思ってる。私は少しも恨んでないよ。そうだね。アンナは誰よりも優しい。そしてそんな優しい君のことを
ずっと好きだったんだ。今更信じてもらえないと思うけど。アンナはいつものように優しく微笑んだ。この状況で好きだと言われても嬉しいなんて思えないだろう。俺は身勝手な沼田君に何か言い返してやりたかったが、二人の間に割って入ることははばかられた。なぜなら、桜の声が聞こえた気がしたからだ。彼の言っていることは本当よ。俺は思わず、あたりを見渡したが、もちろん桜の姿はあろうはずもない。いや、違う。本当のことを言うよ。僕は卑怯者で終わりたくない。今もずっと、アンナが好きなんだ。多分これからもそうだと思う。誰と結婚をしても、この気持ちは変わらない。沼田君は、なんてことを口にするんだろう。そんな発言をしてしまったら、俺が株の売却をやめても、結婚は破綻してしまうではないか。彼は今、花嫁の前で、他の女性が好きだと宣言してしまったのだ。ありがとう。嬉しい。今までの人生で、一番嬉しいよ。だから。アンナは何かを覚悟するときのように深呼吸をした。これからの人生はもっと嬉しいことがあると信じて生きていける。そして沼田くんが自由に生きていけることを心から祈っているから。そして私たちは会場を後にした。結局、俺は株の売却を見直すことにして、さらに半分をアンナに渡した。それにしたってかなりの額だが、アンナは株などには興味がないようで、ケロッとしている。そして、沼田君の結婚話は白紙になってしまった。一昔前ならば、本人同士がどう思っていようと、会社のために結婚しただろう。しかし、今はそんな時代ではないのだ。本人同士の気持ちが重なり合っていない状態での結婚は、成立しない。いや、成立させるべきではないと思うのだ。沼田君は会社を継ぐことを拒否しているという。そもそも彼は会社の経営などには興味がなく、大好きなサッカーに打ち込みたかったらしい。沼田君はサッカーが何よりも好きだったんだよ。勉強なんかしている時間があったらボールに触れていたいと付き合っていた時は毎日言ってた。どうだったのか。でも俺は会社を任せたいという彼の親の気持ちもわかるよ。それに沼田君は思った以上に責任感がある人だと思う。じゃなきゃあの場で自分の気持ちを伝えることなんてできないよ。アンナのことを好きだと言った時の沼田君の思い詰めた顔が脳裏によみがえる。責任感とは最後は自分自身に嘘をつかないことだと思う。己に対して正直になり、会社を継がないという意思表示を見せた彼が、今後どんな風に生きていくのか、少しだけ楽しみだと感じた。アンナはその後、暮らしている町で出会った素朴な男性と結婚して娘を産んだ。俺にとっては、ひ孫にあたる子供を抱いた時は、泣き出してしまうほど嬉しかった。ナナミと名付けられた赤ちゃんは、アンナに似て、肌が白かったが、顔つきは俺に似ている。いや、自分ではそこまで似ているようには感じないが、みんなが俺に似ていると言ってくれるので、そう思うことにしたのだ。すっかり年を取ってしまい、腰が痛くて、農作業も大変な時もあったが、よちよち歩くナナミの姿を見ると、あと100年は生きられそうなほどの元気が湧いてきた。いや、100年は言い過ぎかもしれない。でもせめて、ナナミが俺のことをはっきりと、おじいちゃん、と呼んでくれるまでは、元気でいたいと思う、今日この頃だ。私の名前はカナエ、30歳の主婦だ。結婚して5年が経つ夫と2人で暮らしている。私は、夫との結婚を機に仕事を辞め、はじめは専業主婦として夫に尽くしていたのだが、夫の給料では二人分の生活費を賄っていくことが難しいかもしれないと判断し、スーパーのレジ打ちのバイトをしている。夫は夫なりに頑張っているのだし、
疲れている中で文句を言ってしまっては申し訳ないから本人には言わないけれど、家事は一切手伝わないし、休日は私を置いて出かけて行ってしまう始末。結婚前は私との時間を大切にしてくれて、この人とならやっていけると信じていたのだが、籍を入れるとまるで人が変わったかのように私との時間を取ってくれなくなってしまった。ねえ、今度の週末出かけない？少し遠いんだけど、隣の町に大型のショッピングモールができたのよ。はあ？嫌だよ。車を運転するのは誰だと思ってんだ。俺をこき使って自分だけ楽しようとしてるのが丸わかりだぞ。もう少し隠せ。と、私が誘っても、ひどい断られ方をしてしまうようになり、次第に私から声をかけることもなくなってしまった。私がパートの仕事で疲れてしまった時も、ねえ、今日はちょっと疲れてしまったの。あなたは休みだったでしょ？夕食の準備、手伝ってくれない？あ？お前が好きで始めたんだから、自分の体調管理くらいしろよ。俺に責任をなすりつけないでくれ。いいから、いつも通り夕飯を作れ。おかずは三品だからな。こんな具合に、家事には非協力的、その上二人の時間を作ってくれないような、ひどい夫になり果ててしまっていたのだ。おまけに夫は安月給。私がパートを始めたのだって、結婚してから初めての夫の給料日に、口座に振り込まれた夫の給料を見て、この額じゃとても二人で生活なんてしていけないと思ったからだ。夫から会社の話は聞いているものの、残業などは一切ないホワイト企業としか言われておらず、まさかこんなに給料が少ないとは思わなかった。ねえ、転職って視野に入れていないの？あまりの少なさに、これでは夫の頑張りも報われないと思い、それならいっそもう少し給料の良い職場へと転職したらどうかと勧めても、今の職場が気に入ってるんだよ。アットホームで、俺がミスっても部長もいいよいいよ頑張ってるもんねって怒ったりしねえし。俺の頑張りを認めてくれてるんだろうな。お前と違って俺は頑張ってるんだよ。だから周りもみんな優しいんだ。お前も俺に優しくされたいんだったら、認められるくらい頑張れよ。まあ、ぬくぬくと専業主婦をしているようなお前を認めてくれるような人なんていないだろうけどな。と笑われてしまった。私はただ夫を心配して声をかけただけなのに、ひどい言われようだ。夫は学歴こそあまり良くはないが、体力もあり、これまで平日は仕事を休むことなく働いていた。夫の職務内容を聞くにデスクワークが多いらしいが、それならパソコンを使っての仕事だってできているのだろうし、なら今の企業じゃなくてもいいじゃないかとも思うが、私が夫の職場を否定しようとすると、決まって、俺の大切な人たちを否定しないでくれ。お前と違って、あそこの人たちは俺の頑張りを認めてくれてるんだ。お前はバカだからわからないかもしれないが、それって仕事を続けていく中で一番大切なことなんだよ。お前にはそんな経験、ないかもしれないがな。なんてことを言われてしまう。私は別に夫の職場の社員を否定するつもりなどなく、ただ夫のことを思って意見したつもりだったのだが、どうしても私の意思はうまく伝わらず、夫はいつも私を誰かに紹介するとき、口うるさい嫁、と紹介するようになってしまった。その日は珍しく休日なのにもかかわらず夫が家にいて、ソファで寝転がってスマホをいじっていた。せっかく家にいるのだから、何か会話をしたりしたかったけれど、また私の言葉が夫の気に触って喧嘩になってしまったら、せっかくの休日が台無しになってしまうと考えて、ただ黙々と家事をこなしていると、私のスマホから着信音が鳴った。身に覚えがなかったのだが応答してみると、不動産屋のようだった。どうやら、私が所有している駅前の土地が欲しいらしい。ちょうど、私の町の駅前は今新しい建物ができたりと活性化してきていて、再開発されていく中で、駅前のちょうどいい場所に、私の所有している土地をぜひ買わせてほしいとの連絡だった。どれくらいの値段で買い取ってくれるのか聞けば、その額に思わず声が出る。え？5000万ですか？ええ、ぜひその値段で買い取らせていただきたく。もちろん私どもも奥様の土地がより良い条件で扱われるように努力いたします。どうかご検討いただけないでしょうか。なんと、5000万で土地を買い取らせてくれと言われたのだ。何でも私の所有する土地は思った以上に好条件な場所にあるらしく、不動産屋としては何が何でも手に入れたいらしい。けれど、その土地は現在は私が所有しているものの、もともとは先祖代々受け継いできた土地でもある。それを私一人の判断で売却すると決めることもできず、とりあえず答えは保留ということで電話を切った。
何が五千万なんだ？電話が終わるなり、夫は私の口から出た言葉が気になったのか問いかけてくる。とりあえず呼吸を落ち着けて、不動産屋から聞いた話を夫に伝えると、夫は目を見開いた。お前、土地なんか持ってるなら早く言えよ。まあ、答えを保留にしたのは賢かったかもな。なんせお前だけの土地じゃないんだ。家族に相談しようと決められたのは良かったんじゃないか。そうだよね。とりあえずお母さんに電話を。あ？なんでそこでお前の母親が出てくるんだよ。お前の家族っつったら俺だろ？この家の亭主は俺なんだから、お前の所有している土地をどうするかも俺が決めることだ。その土地をもっと高く買ってくれるところを探さなくちゃな。もちろん取り分は全部俺に入るんだろ？何を言っているんだこの人は。私の家が先祖代々所有していた土地を売って、そのお金が全部この人に入る？どうしてそんな考えに至るんだろう。土地を守ってきたのは私たちであって、夫は一切関係ないというのに。どういうこと？その土地は私のおじいちゃんの代からずっと守ってきた土地なのよ。言っちゃ悪いけど、あなたは関係ないんじゃない？あなたはその土地に対して何かをしてきたわけじゃないんだし。そう素直に言うと、夫は顔を真っ赤にして怒鳴りつけた。ああ？お前のものは俺のものだろうが。俺がこの家の亭主で、これまでだって散々お前の面倒を見させられてるんだから。いい加減それくらい理解しろよ。この人はここまでアホだっただろうか、と頭を抱えてしまうほどの暴論だ。私は夫に面倒を見てもらった覚えなど一切ないし、逆に私が毎日のように夫の面倒を見ていると思う。それなのに、先祖代々守ってきた土地すらも、夫のこれからのためのものになってしまうなんて、どうしても認めることができなかった。結局、その日はろくに話し合うこともできず、それから夫との関係はもっとギスギスしたものになっていった。もともと夫婦仲がいいわけではなかったけど、もう同じ食卓を囲むことすら少なくなり、なんなら夫が帰ってこない日があったりもするほどだ。けれど、もうそんな夫を心配する気持ちすら湧かなかった。正直、好きにすればと思うほど。たまに夫から、俺がいなくて寂しいだろ？とか、お前が愚かな選択をしなかったらこうはならなかったんだ。とか言ってくるが、正直寂しくもないし愚かな選択をしたつもりも一切ない。むしろ正しい選択をしたと思っている。そうして冷めた毎日を送っている中、いつも通り昼間に家事をしているとインターホンが鳴った。誰かと確認してみると、義母が来ていた。夫は、おう、来たか。なんて義母を招き入れている。おそらく夫が義母を呼んだのだろう。来るなんて一切聞いていなかったし、義母をもてなす準備だってできていない。急な来客に焦ってしまい、お茶菓子なんてものも用意できていなかったが、家にあげると義母は、かなえさん、お久しぶりね。なんて人の良さそうな笑みを浮かべてソファに座っていた。その隣に夫が座り、向かい側に座るように諭される。わざわざ義母が訪ねてくるなんて何事かと思ったが、私が着席すると、義母はにこやかに笑みを浮かべたまま口を開いた。かなえさん、とてもいい土地を持っているんですってね。土地の話と悟り、嫌な予感がする。しかし、おそらくもう夫から話は通ってしまっているのだろう。認めたくない気持ちでいっぱいだったが、はい、とうなずくと、義母はさらに言葉を続けた。息子から聞いたわ。かなえさんがその土地を売って、その儲けを独り占めしようとしているって。かなえさんはまだお若いからわからないのかもしれないけれど、あなたはうちに嫁いだ身なの。嫁ぐということは、その身もすべて捧げるということ。つまり、かなえさんはもう私たちの子供同然なのよ。はあ。話の方向性が読めてきて、このまま良くない方向に向かうことがわかる。だが、さすがに義母の話を遮るような気持ちの余裕はなかった。私がしぶしぶうなずくと、義母はとんでもないことを言い放つ。あなたは私の子同然。そして、うちの一族の人間なの。だからね、あなたの所有物も私たちの所有物なのよ。そして、あなたにとっての亭主は息子でしょ？だったら、その土地を売ってもらったお金は、息子に渡すのが正しいことだと思わないかしら。とんでもない暴論だ。カエルの子はカエルという言葉がぴったりなほどに。どこをどう考えたら、血もつながっていないような赤の他人に、自分の所有物を奪われなければいけないのか。親子揃って頭が悪いのだなと思いながら、私も負けじと口を開いた。お言葉ですが、あの土地は私の祖父の代から守り続けた大切な土地でございます。
もちろん、毎日息子さんにはお世話になっておりますが、それと土地の話は別問題だと考えています。私の家系のものがずっと守り続けてきたのですから、私の母や兄弟にその取り分がいかないことはおかしいと思うのですが。私の言葉に義母も顔を真っ赤にした。納得がいかないのだろう。5000万という大金を見て、金に目がくらんでしまったようだ。でも、私からすれば、あの土地で得た利益は私の母親や兄弟など、受け取るべき人がたくさんいるのにもかかわらず、義母と夫はそれを全部自分たちによこせというのだから、それはおかしな話だというのに、それでも受け入れてもらえない。だけど、私だって折れるわけにはいかない。義母の言葉にも流されない私を見て、夫は顔を真っ赤にし、怒鳴った。お前は本当にとんでもない嫁だ。土地を渡せないなら離婚だ。離婚しろ。そう言って離婚届を渡してくる。おそらく離婚を盾にして土地を我が物にしようとしているのだろうが、私にその技は効かない。ペンを手に取って、さらさらと離婚届にサインをしてやった。いいわ、離婚しましょう。もうあなたにも愛想が尽きていたところなの。え？まさか私がこんなに簡単に離婚を了承するとは思わなかったのか、夫も義母も呆然としている。でも、そんなことになるのも仕方ない。離婚して困るのは私ではなく、夫の方なのだ。私と離婚するからには、あなたは自分の給料で独り立ちしなきゃいけないわね。難しいと思うけど、頑張ってね。それと、更新所で調べてもらったのだけれど、あなた借金があるそうね。え？借金？義母も借金の存在は聞かされていなかったようだ。私は、必要に土地の利益をすべて自分の懐に入れようとしてくる夫に疑念を持ち、更新所に依頼して夫の行動を探ってもらった。すると、夫は私が知らない間に、パチンコ、競馬、競輪とギャンブル狂になっていたらしく、消費者金融から合計3000万ほどの借金をしているらしい。最初は少額だったものの、だんだんと利子が膨らんでいき、今では安月給の夫では到底払えるような額ではなくなっているのを知って、驚いたのを覚えている。大方、夫は私の土地を売ったお金をすべて自分のものにして借金を返済し、それでも余ったお金でまたギャンブルをするつもりだったのだろう。調査結果を聞いた時には驚いたが、休日なのに外に出てしまうことが多かったのはギャンブルをしに行っていたからだとわかり、妙にすっきりした。なんとなく、頭の隅で疑問に思っていたからかもしれない。借金は膨らんでいくし、渡している小遣いじゃ大好きなギャンブルも満足にできないしでストレスの溜まった夫は、だんだんと仕事も適当になっていき、数ヶ月前に上司にこっぴどく怒られたことをきっかけに退職していたようだ。それからは平日も休日も問わずギャンブルをし、お金がなくなれば借金をし、の繰り返しだったらしい。正直、ここまで来るともう手遅れ。私は、こんな大きな子供の面倒をこれから先も見なければならないのか、と呆れていたし、どうにか頑張って夫から逃げることができないかと探っていたところだった。そこで、ちょうどよく離婚届を突きつけてくれたのだから、そこに乗らないはずがない。無職のあなたに3000万の借金が払い切れるとは思わないけど、頑張ってね。そう言って私は立ち上がる。もう離婚届にはサインをしたし、話だって決着がついた。私がこれ以上妻として夫を支えていく必要なんて一切ないのだ。しかし、軽く荷物をまとめて家を去ろうとする私の足元に、夫はすがりついてきた。待ってくれ。お前がいなきゃダメなんだ。離婚届なんて突きつけてごめん。でも、俺は本当はお前がいなきゃやっていけないんだ。見捨てないでくれ。助けてくれ。頼むよ。俺を助けられるのはお前しかいないんだ。すごい手のひら返しにいっそすがすがしささえ感じる。さっきまで私にひどい態度をとり、離婚届まで突きつけた人とは別人なようだ。けれど、私は長年夫のために尽くしてきたのだから、この謝罪は今、私をつなぎ止めるためのもので、私がまた夫と頑張っていくなんて言った暁には、以前のようにこき使われる生活が待っていることもすぐに分かった。私からもお願い。息子を見捨てないであげて。あんな態度を取ったけど、息子はあなたのことが本当に好きなの。あなたの優しさに甘えすぎてしまって、あんなことを言ってしまったんだと思うわ。私からよく言って聞かせるし、職だって早く見つけさせるから、どうか息子を見捨てないでちょうだい。義母まで私にすがりつき、まるで土下座をしているような姿勢をとっている。フローリングに膝をついて、必死に額を床に擦りつけている二人の姿を見て、思わず吹き出してしまうけれど、そのまま長い間お世話になった家を出た。実家へ帰り事情を説明すると、
両親も私の頑張りを認めてくれ、好きなだけ休んでいきなさい、と受け入れてくれた。それからしばらくは実家でのんびりと過ごしていたものの、数日と経たず夫から連絡が来た。声を聞くことすら嫌だったが、しぶしぶ応答する。助けてくれ！電気代とか、なんかいろいろ請求来てて、でもこんなの払う金がどこにもないんだ！電気代とか水道代とかって払えなかったら止まるんだよな！なんと電気代すら払えなくなっていたらしい。まあ、生活費関係は私が持っている土地からの収入とパート代で賄っていて、元夫の給料からは一切出していなかったから、元夫はどれくらいのお金が生活していくのに必要なのかすらわからなかったのだろう。大方、職にもつけてないうちに電気ガス水道を好き放題に使ったに違いない。元夫の給料は何かあった時のためにと残しておいて、その口座の通帳は元夫に渡していたはずだが、おそらくそんなお金はすべてギャンブルに溶けてしまっていたのだろう。やり直そう。今ならまだ二人で頑張っていけばなんとかなる。頼む。俺を見捨てないで。夫の言葉を最後まで聞かずに電話を切り、着信拒否にする。今後二度と連絡がつかないように、番号も近いうちに変えるつもりだ。近々新しい家に住むつもりだし、そうなれば元夫が私の元にたどり着くことは不可能だろう。夫と離婚して独り身となったことで、独身であることがどれだけ自由なのかということを再度実感した。稼いだお金は自分のために使っていいし、自分の将来のために貯蓄していい。恩知らずな人間のためにわざわざ自分の稼ぎを割く必要すらない。それがどれだけ素晴らしいことか。きっと、私には結婚生活というものが性に合っていなかったのだと思う。だからこそ、今は恋愛だとか結婚だとか、誰かと死ぬまで添い遂げるようなことは一切考えず、私自身で私のことを幸せにしようと思う。東大卒を採用した無能はクビ。派遣社員として入社して数ヶ月後、面接で東大卒の応募者を採用した直後、部長にそう言われてしまった俺。部長は学歴主義者で、派遣で高卒出身の俺を普段から見下していた。所詮自分を守ってくれるのは学歴と役職なんだよ。圧倒的な差を思い知らされ、まるで出ていくように俺は会社を去っていく。しかし、翌日、会社に出社してきた部長を待ち受けていたのは。俺の名前は原健太。今日から企業に勤める派遣社員だった。原健太です。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。本日入社した俺は、社員のみんなに挨拶を述べた。そんな俺に拍手が送られる中、社員たちをかき分けて俺の前にやってきたのは上司らしき人物だ。先ほど社員たちに岡崎部長と呼ばれていたので、おそらくこの人が部長だろう。俺はここの部長の岡崎達也だ。その年で派遣？部長の俺がしっかり指導してやるから、正社員目指してしっかり働けよ。そう言って、カツを入れるように、俺の背中を思いっきり叩いた岡崎部長は豪快に笑う。岡崎部長は、俺が面倒を見てやると、初めは意気込んでいて、悪い人には見えなかった。部長にふさわしいリーダーシップのある方のようにこの時は思えたが、俺の挨拶が終わった後に、それは俺の過大評価であることを思い知るのだ。あら、この資料やっておいてくれ。これって、数時間後、岡崎部長から渡された資料を見ると、それは今日までに提出しなければならない資料だった。俺はこの後予定があるからできないんだ。代わりにやっておいてくれるか。そう言って、半ば強引に俺に押し付け、オフィスを出て行ってしまった岡崎部長。時刻はすでに15時で定時前だ。他の社員が忘れてやらなかったにしても、気づくのがあまりにも遅すぎる。ざっと資料を見ても、定時までに終わらせられるような量ではなかった。明らかに残業コースだ。俺の中で、もやもやした感情が渦巻いていたが、使えない派遣だと思われたくなかったので、この日は一生懸命取り組むことにした。え、原さん、こんな時間まで仕事？すると、しばらくして同じ部署の同い年くらいの社員が残業している俺に驚いて声をかけてきた。
ええ、岡崎部長に頼まれまして。初日から新人さんに残業させるなんて、あの人ほんと鬼畜だなぁ。原さんも気をつけておいた方がいいよ。岡崎部長の新人いびりは有名だから。そうなんですか。俺はどうやら、岡崎部長に早速いびりをされたらしい。情報を知るまでモヤモヤしていたので、むしろ知れてよかったと思う。教えていただいてありがとうございます。俺は坂口凛太郎。よかったら仕事手伝うよ。優しく手を差し伸べ、手伝ってくれた坂口さんとは、この日仲良くなった。坂口さんに聞くと、岡崎部長は前の新人さんにもよくいびりをしていたという。そいつもともとここの席にいてさ、弟のように感じてたやつだったんだけど、助けてあげられなかったのずっと後悔してるんだ。本人は病んでしまって、今でも仕事復帰できずに病院に入院してる。当時を思い出すように話す坂口さんは、表情を見てもわかるくらい後悔をにじませていた。あまりご自分を責めないでください。え？坂口さんがそう思っているだけでも、きっと心救われているでしょうから。原さん。そう言って、口元を緩めた俺を見て、坂口さんは意表をついたような顔をしている。意味深すぎる言葉によほど驚いてしまったのか、作業をする手が止まっていた。手伝ってもらっておいてなんですが、作業を進めましょうか。あ、そうだな。わからないことがあったら、俺に遠慮なく聞いてな。ありがとうございます。慌てて正気に戻った坂口さんは、作業に取り掛かる。それを尻目に、俺も作業に取り掛かったのだった。そして翌日、坂口さんが岡崎部長の新人いびりは有名だと確証づけるように、俺へのいびりがさらにひどくなっていった。おい、原、このコピーやっておいてくれ。岡崎部長に呼ばれて、岡崎部長のデスク前までやってくると、資料のコピーを頼まれた俺。腕時計を見ると、時刻は10時を回っていた。午前中までに終わらせないといけない資料があるので、急ぎでなければ後ほどでもよろしいでしょうか。コピーぐらい頼まれたら今すぐやれよ！たく、これだから派遣はノロマで使えないやつばかりだから困るよ。すぐにできないことを知ると、岡崎部長の態度が急変。腹いせのように派遣である俺を馬鹿にし始めたのだ。僕、手が空いてるんで、コピーなら代わりにやりますよ、岡崎部長。そうか。それじゃあ坂口に任せる。俺と岡崎部長の会話を聞いていた坂口さんが率先して声をかけてきた。岡崎部長は駆け寄ってきた坂口さんに資料を手渡すと、次に俺に睨みを聞かせる。全く腑に落ちなかったが、自分のデスクに戻る際、坂口さんと目が合った。すると坂口さんは俺にウインクをした。岡崎部長の新人いびりから守りたいのか、彼の優しさが伝わってくるようだった。坂口さんのおかげで、俺はその後、岡崎部長の新人いびりなどを特に気にすることなく、自分の仕事に打ち込むことができたのだ。聞いてください。午前中の仕事を終え、坂口さんと昼食の弁当を食べていると、そこへ女性社員の長谷川さんが怒った様子でやってきた。長谷川さんは、俺たちと同じ部署の人で年も近く、明るい性格の持ち主だ。そんな長谷川さんが珍しく怒っていたので、驚く俺と坂口さんをよそに、長谷川さんは言葉を続ける。原さんに押し付けようとした資料のコピーの後、岡崎部長にお茶を運んだんですけど、岡崎部長その時何してたと思います？パソコンでゲームをしてたんですよ、ゲーム。みんなからは見えないからって。岡崎部長ならやってそうだよな。長谷川さんの必死な訴えを坂口さんは許せないというよりも呆れに近い反応をした。ゲームができるなら資料のコピーだって自分でできるだろうがって思っちゃいました。ああやって部下に仕事を押し付けて自分は何にもしないんですよね。あるまじき行為ですね。長谷川さんはまるで自分がされたかのように怒っている。岡崎部長の部下たちはみんな他人への思いやりが強いように感じられた。
岡崎部長は部下に支えられている部分が多く、自分の仕事はそんな部下の監視役だけをしているように思えた。原さん、何のメモを取っているの？昼食中にもかかわらず、スーツから取り出した手帳とボールペンを持ってメモを取る俺を見て、長谷川さんが不思議そうに尋ねてきた。坂口さんも長谷川さんも、岡崎部長に対するスルースキルがとても参考になりまして。あはははは、私怒っちゃってるけど、これってスルーできてるのかな？そう言って苦笑いしていた長谷川さん。俺たち三人はこの日を境に仕事仲間として共にすることが多くなっていった。無表情でまるで機械のような人間だと今まで散々周りに言われてきていた俺だったが、坂口さんと長谷川さんと共にしていくうちに笑みを浮かべるようになる。だが、そんな充実した日々も別れはつきもの。そして、それはある日突然訪れたのだった。岡崎部長、今日の午後から面接官として応募者の対応するんだって。そう話した長谷川さんの情報によると、応募者は東大卒だと言っていた。その時の岡崎部長の顔、かつてないほど喜んでたよ。会社の顔としてしっかりしないとなーとか言ってたけど、普段何にもしてないくせによく言うよね。あんまり言ってると、岡崎部長の耳に入るぞ。坂口さんが、長谷川さんにそう忠告する。もしその東大卒の新人さんが採用されたら、岡崎部長の新人いびりがその人へ始まってしまうのかと思いきや、岡崎部長は学歴でも人を判断していることが判明した。俺、高卒です。履歴書で知られているでしょうし、派遣社員に加えなおさら見下していることでしょうね。私も高卒だよ。正社員だから岡崎部長に見下されてない感じなのかな。俺は応募者と同じ東大卒だぜ。坂口くん嫌味に聞こえる。それぞれ学歴を明かし盛り上がる俺たち。岡崎部長は応募者が東大卒だと履歴書を見て知るなり張り切っていたそうだ。お前ら、俺がいない間仕事サボるなよ。そして午後になり、俺たち社員にそう言って冗談をほのめかしていた岡崎部長は面接会場へと向かっていった。その背後に向けて長谷川さんがこっそり舌を突き出している。あんたと同じにするんじゃないっての。気持ちはわからんでもないが仕事に戻ろうぜ。坂口さんが長谷川さんをなだめつつ、俺たちは仕事に戻っていったのだった。それから数時間が経った頃、岡崎部長がさらに上機嫌になって面接会場から戻ってきたのだ。岡崎部長、例の東大卒の応募者はどうでした？すると、岡崎部長と仲のいい社員がそう尋ねた。ああ、挨拶もするし、礼儀正しくうちにはもったいない応募者だったよ。不愛想で仕事を選んでやらない派遣の誰かさんと違ってな。岡崎部長は、俺にわざと聞こえるように声を張り上げてそう言った。すると、岡崎部長は何を思ったのか、自分のデスクから俺のデスクまで歩み寄ってくると、座っていた俺を見下す。俺に忠実な応募者は今か今かとずっと待っていたが、今日になってようやく来てくれた。東大卒を採用した。無能はクビ。ということで原、お前は明日から会社に来なくていいからな。代わりが来てくれたからと言わんばかりに、嘲笑いながら俺にそう言ってきた岡崎部長。岡崎部長の爆弾発言に、聞いていた社員たちがざわめく。どうしてそうなるのでしょうか。代わりが来たからといって僕がクビになる必要はないと思います。椅子から立ち上がった俺は、珍しく感情的になって岡崎部長に抗議した。派遣の僕には契約期限があるのは、もちろんご存知のはずですよね。それでも早めて会社をクビにするということでしょうか。ああ、そうだよ。お前に何を頼んでも言い訳ばかり言って忠実に動いてくれなかったからな。上司には媚びを売っておくんだったな。自分の言うことを聞かない社員には徹底的に排除しようとする岡崎部長。それは日頃からも俺が派遣であることを理由にしていたことだ。仲間と群れても何にも役に立たなかったな。所詮自分を守ってくれるのは学歴と役職なんだよ。
岡崎部長の言葉に、普段から俺を目の敵にしていて行動を見ていたのかと知る。俺はふと坂口さんと長谷川さんの方を見た。二人とも言いたいことをぐっとこらえているようだった。岡崎部長には正社員の自分たちでは勝てないと悟っているからなのか、悔しさもにじませている。きっと谷口さんが岡崎部長に追い詰められた時もこうだったのだろうなと腑に落ちた。そして俺はある決断に踏み切る。岡崎部長の言い分はよくわかりました。俺はそう言ってもともとシンプルにしていたデスクの上を片付け、荷物を自分のカバンの中にしまうと身支度を済ませた。お世話になりました。では、僕はこれで失礼します。二度と来るなよ。嬉しそうにする岡崎部長を尻目に、俺はオフィスを後にしたのだった。そして、その日の夕方、俺の携帯に坂口さんからの着信が入る。はい、もしもし、原です。原さん、心配したよ。さっき岡崎部長に首を言い渡されて止められなかった俺が言うのも女んだけど、どうして岡崎部長の言う通りになんか。電話に出ると、電話越しでもわかるくらい、坂口さんは俺が会社を辞めてしまったことに対してショックを受けているようだった。長谷川も泣いてた。岡崎部長もなんてあんなこと。俺、社長に直談判してくる。待ってください、坂口さん。本当に社長に直談判していきそうな坂口さんに、俺は慌てて待ったをかけた。会社をすぐに出て行ってしまったことは謝ります。二人にご心配をかけて申し訳ありませんでした。でも、これには訳があって、今から俺が話すことをどうか聞いていただけないでしょうか。俺が真剣にそう話すと、その思いが伝わったのか、驚いた様子で分かったと返事をした坂口さん。そして、俺は坂口さんに全てを説明したのだった。翌日、俺がいないと思い、上機嫌で会社に出社してきた岡崎部長。しかし、オフィスにいた俺の姿を見るなり嫌な顔をした。なんでお前がまだここにいるんだ？忘れ物があって戻ってきたのか？おっちょこちょいで相変わらず無能ぶりをかましてくれるな、お前は。さっさとこの会社から出て行け。出て行くのは、君の方になりそうだよ、岡崎くん。え、社長?岡崎部長は、俺ばかり見ていたせいか、社長の存在に気づいていなかったらしく、ひどく驚いていた。社長、今日はどのようなご用件で？聞こえなかったのか？ならばもう一度言う。耳の穴をかっぽじってよく聞きたまえ。この会社を出ていくことになりそうなのは君の方だと言ったんだよ。え？社長がもう一度言っても、岡崎部長は信じられない様子で問い返す。社長は、そんな岡崎部長をよそに言葉を続けた。君は、とんでもないことをしてくれたな。大手取引先社長から先ほど電話があってだな。契約を切りたいと申しているんだ。それと私に一体どんな関係が？状況を把握しきれていない岡崎部長は、さらに社長に尋ねる。そんな調子の岡崎部長を見て呆れた社長からは深いため息が出た。派遣でうちの会社に入社したこちらの原くんなんだが、その大手取引先の社長さんと親戚でね。親戚?社長の口から俺の正体が明かされ、再び驚く岡崎部長。オフィス内にいる社員たちもざわついていた。君に理不尽な首を言い渡されたと言ってカンカンに怒って契約を切りたいと申し出ているんだよ。一体どうしてくれるんだね。待ってください社長。それって親戚のただの過保護じゃないですか。それに理不尽な首では決してありません。こいつは仕事を選んでやるようなやつなんです。会社に必要ありません。原さんは仕事を選んでやっていません。それを言うなら岡崎部長の方こそ仕事を選んでやっていたじゃありませんか。するとそう言って声を上げたのは長谷川さんだ。よく見ると、岡崎部長に怒りをあらわにし、手を震わせている。彼女なりに勇気を振り絞って声を上げてくれたのだなと、俺は思った。岡崎部長は、それくらい社員たちに権力を振りかざしてきたとも言える。原さんに無理やり資料のコピーを押し付けようとしたり、
それに私見たんですから、岡崎部長がみんなの目を盗んで仕事中にゲームしていたところを。それこそ原さんに資料のコピーを頼んだ後にですよ。なんだって？岡崎くん、長谷川くんの言っていることは本当かね？違います、違います。彼女も私を陥れようとしているのですよ。社長に問われ慌てて弁解する岡崎部長。しかし今度はある人物が声を上げた。長谷川さんの言っていることは本当ですよ、社長。君は確か坂口くんだったかね？坂口さんも出てきて、さすがにまずいと思ったのか、岡崎部長は顔を青ざめた。僕も長谷川さんから聞きましたし、原さんが派遣としてやってきた初日から定時前になって仕事を押し付けたそうです。その日手伝って一緒に仕事を終わらせましたから間違いないです。坂口さんの証言もあり、岡崎部長が日頃から俺へのいびりが濃厚になってきたところで、社長は岡崎部長に視線を移す。理不尽な首もやっていないとは言い切れないようだな。どのみち勤務中にパソコンでゲームをしていたのなら履歴は残っているだろうし、初日の残業も原くんと坂口くんのタイムカードを見ればどちらが嘘をついているのかわかることだがな。社長に念を押され、観念した岡崎部長はその場に膝を落とし崩れた。すみません、私が嘘をつきました。大手取引先の契約が切れてしまったらうちは終わりなんだよ。君のおかげで契約が切れてるんだ。なのにごまかそうとした上、他の悪事まで。ことの重大さを知ることだ。ついに観念した岡崎部長に社長は叱責。自分のしでかしたことを自覚し、その場に頭を垂れる岡崎部長は普段の面影すらなかった。原くんはその大手取引先社長の代わりに対応を任されてうちにやってきていたのだよ。決して忘れ物があって取りに来たわけじゃない。そうでしたか。君の謝罪があれば契約は切らないと言ってくれている。私としては一刻も原くんや迷惑をかけた社員たちに謝っていただきたい。岡崎部長はそういった社長に凄まれ恐怖を感じ、今度は体をこわばらせた。そしておもむろに俺や社員たちに向けて土下座をする。原くん、皆さん本当に申し訳ありませんでした。岡崎部長に謝罪をさせることに成功した社長は鼻を鳴らしていた。これでいいだろうか、原くん。ええ、動画もバッチリ撮れたことですし、この後向こうの社長に見せて納得させますのでご安心いただければと思います。俺に振り返った社長が不安そうに尋ねる。そんな社長を安心させるように俺がそう言うと、社長の表情はみるみるうちに明るくなっていった。一方で俺は岡崎部長が土下座をした際に手にしていたタブレットでとっさに撮影したそれを証拠にして抑える。そうか、本当によかった。岡崎くんの処分も後ほど決めるつもりだからよろしく頼むよ。わかりました。では早速僕は報告しに行きます。事後報告としてまた連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。社長とのやり取りを聞いて自分の処分のことで絶望感を抱いたのか、顔を蒼白にさせる岡崎部長。それを尻目に俺は会社を後にするのだった。以上が岡崎部長の謝罪動画になります。さすがだな、任せた仕事は必ず遂行してくれて助かってるよ、健太。その後俺の親戚が社長を務める大手取引先の会社を訪ねた俺は、岩崎社長がいる社長室に来ていた。依頼された岡崎部長の謝罪動画を提示すると、岩崎社長はとても満足げにしている。これで全担当者も報われることだろう。岩崎社長、その方を今でも大切に思っているんですね。そりゃそうとも。もったいない子をクビにしたもんだよ、あの会社は。いや、彼を追い詰めたのは岡崎という男だったな。岩崎社長は俺が担当になる前の担当者ととても仲が良かったのだ。なのに岡崎部長に目をつけられ嫌がらせに遭い、理不尽な首をされ精神を病んでしまった。それを知った岩崎社長はもともとこちらの大手会社に勤めていた俺に調査をしてほしいと頼み込んだ。俺は事情を聞いた上で岩崎社長の頼みを引き受けたのだった。大手会社を一旦退職する形となり、
岡崎部長のいる会社に派遣として俺は潜入したのだ。まるでスパイのような感じだったが、会社の内情を知るためにはこれしかないと同意の上だった。潜入して情報を得るうちに、前の担当者が精神を病んでしまったのは岡崎部長と特定でき、今に至る。岡崎部長にはそれなりの処分が下されることを祈るばかりだ。そして翌日、俺は事後報告として再び派遣として勤める会社を訪れる。社長に契約は切らないことを改めて報告すると、社長はとても安心していた。それと共に聞いたのは岡崎部長の処分だった。大手取引先の会社との契約を切られそうになったり、社員への嫌がらせも発覚して、懲戒解雇が下されたという。新たに部長枠として坂口さんが選ばれたそうだ。坂口さんのような部長なら誰もが賛成だっただろうと、その光景が目に浮かぶようだった。一方で俺はというと、ある決断をして岩崎社長に告げていた。そのままそこの会社に残りたいだって？電話を通して今後の俺の意思を岩崎社長に伝えたところ、ひどく驚いた様子で岩崎社長に問われた。せっかくですので、よその会社でいろいろと学びたいと思いまして。それに仕事仲間もできたんです。岡崎部長を懲らしめる策を練っていた時も、こちらの社員さんたちと絆を深めていたのですよ。相変わらず器用だな、お前は。また悪さをする奴が現れないためにも良しとするか。岩崎社長の了承も得て、俺はまた坂口さんや長谷川さんたちのいる会社に継続が決まった。岡崎元部長が俺に下した首も無効になり、続けられることに喜びを感じた。変わったことといえば、派遣から正社員になって坂口さんと長谷川さんとの絆がまたより一層深くなったことだ。坂口さん、いえ坂口部長、これからもよろしくお願いいたします。なんかこそばゆいな。素直に喜べばいいのに。坂口さんが部長に承認したことでお祝いにと、三人で飲み会も計画しているほど仲睦まじくなったと感じる。岡崎元部長を懲らしめるとき、もしかしたら二人の協力がなければ、俺だけの力では叶わなかったかもしれない。そう思うと、仕事仲間の存在に救われ感謝しかなかった。これからも仲間たちと共に仕事に励むことを誓う俺なのであった。私の名前はリノ、29歳の兼業主婦です。アツトと結婚して今年で1年。会社の取引先だったアツトと私は、お互いの趣味が似ているということで意気投合し、トントン拍子に交際が進んだ結果、わずか半年で結婚が決まりました。インドア派で映画鑑賞が趣味の私たち。休みの日も特別どこかに出かけるわけでもなく、家でのんびり過ごすことでストレスを発散しています。お互い30歳目前だったということもあり、結婚に対しての焦りというよりは、周囲から煽られるのを面倒だと思っていた部分もあったかもしれません。でも、私はアツトと一緒にいると気が楽で、心が穏やかになるんです。これまで職場と自宅との往復ばかりをしていた私にとって、今の生活は最適と言えます。両親もそんな私の結婚には大喜びで、欲を言うなら結婚式を盛大にしてほしいと望んでいました。しかし、インドア派の私たちにとって結婚式は不要。でも、やっぱり双方の両親の期待には応えたい。そんな思いから、もう少しお金を貯めてから、親族を海外に招待し、挙式をしよう、と話を進めていたのです。しかし、そんな矢先のこと。私の超苦手な義母が我が家にやってきて、突然こんなことを言い出したのです。私、アツトの結婚式をすごく楽しみにしてたのに、海外で挙式ってどういうこと？お金をかけてこじんまりとした結婚式をするより、日本で友達を呼んで盛大にやった方がいいに決まってるじゃない。うまくやればご祝儀でプラスになるかもしれないのよ。確かに義母が結婚式を楽しみにしていたことは気づいていましたが、私もアツトも恥ずかしいことにそんなに友達も多い方じゃありません。だから招待制にしたところでそんなに人数も集まるとは思えないのです。お母さんの気持ちはわかるんですけど、
私もアツトといろいろ話し合ってみた結果、そんな友人も多くないから招待できる人もいないし、それならいっそのこと海外旅行も兼ねて親族を招待した方が喜んでもらえるかなって思ったんです。そう伝えました。私の話を聞いて一瞬心が揺らいだようにも思えた義母でしたが、やはり最後まで話を聞いてもらうことはできませんでした。だから私はこんな地味でネクラな人との結婚は反対だったのよ。アツトだってリノさんと出会う前はもっと明るくて社交的な子だった。お友達だってたくさんいたし、趣味だっていろいろあって、休みの日に家に引きこもるようなことはなかったの。リノさんと結婚してからアツトは実家にすら顔を出さなくなったんだから。怒り狂ったように私に敵対心をむき出しにしてくる義母の顔つきといったらこの世のものとは思えません。ただ結婚してからというもの、義実家に行こうとしないアツト、母の日や父の日、それに義両親の誕生日には顔くらい出そうと言っていたのに、めんどくさいからいいよ、どうせ実家に行っても話すことだってないしさ、それに買い物してきてとか電球を取り替えてとかそんなことばかり頼んでくるじゃん。正直そういうの面倒だってずっと思ってたんだよね。そう言って腰を上げようとはしないんです。アツトもまた私と同じように家にいることに居心地の良さを感じていたようですが、義母からすると私がけしかけたとでも思っているのでしょう。私は凍りついた雰囲気をなんとか和らげようと、すみません、お母さんのおっしゃる通りだと思います、最近は全然実家に顔も出してなかったですよね、これからは気をつけますね、義母の話を受け入れたつもりだったのですが、もはや私が何を言ったところで聞いてもらえることはありませんでした。覚えておきなさいよ、この生意気な嫁、いつか必ず追い出してやるんだから。薄気味悪い笑みを浮かべ、義母ははっきりとそう言ったのです。あまりにも不気味な義母の言動が忘れられず、仕事から帰ってきたアツトに今日起きた出来事をすべて相談しました。お母さん、結婚式は日本で挙げて欲しかったみたい。それから、やっぱり義実家に顔を出さないことに不信感を抱いているようなの。それもこれもすべて私のせいにしてて、ものすごく怒ってた。すごく怖かったよ。アツトからも、お母さんにたまには連絡してくれないかな。私の話を聞いて、最初こそ真剣に聞いていたアツトですが、次第にそれも面倒になっていったようです。あのさ、俺仕事で疲れててそれどころじゃないんだよね。今日だって休憩時間がなくて昼飯も食ってないんだよ。それに前々から言おうと思ってたけど、嫁姑問題ってどこの家庭にも多かれ少なかれあるだろう。細かいことを俺にいちいち相談しないでくれないか。唯一の相談相手のアツトにあろうことか冷たくあしらわれてしまうなんて、私はショックを隠しきれません。もちろん嫁姑問題はどの家庭にもあることは承知しています。でもアツトにはどんな時でも味方でいて欲しかったと思うのです。それからというもの、アツトと私との間の距離が少しずつ離れていくのを感じていました。いつもなら仕事が終わってから夕飯も一緒に食べるのが日課だったのに、アツトは私の帰りを待つことなく自分のことだけを済ませています。会話もほとんどなくなり、家の中にはテレビの音だけが響いているという感じです。今日、取引先の社長さんがさ、家に帰ってきてまで仕事の話はやめてくれないか？鬱陶しい。俺仕事のことは家には持ち込まない主義なんだ。余計にストレス溜まるようなことしないでくれ。昔ならどんな些細なことでも話し合っていたのに、今では完全に私のことを避けているんです。アツトはきっと、嫁姑問題の仲裁に入るのが面倒だったのでしょう。アツトに頼るほど私は弱い人間じゃないんだけどな。そんなことを思いながら悶々とした日々を過ごすことになってしまいました。結婚生活わずか1年にしてこんなことになるなんて想像もしていませんでした。その後も夫婦の会話はめっきりなくなってしまったわけですが、アツトが口を開いたと思ったら私に対する文句ばかり。お前、仕事が忙しいって理由で最近家事も適当にやってない？俺はお前が結婚してからも働きたいって言ったから仕方なくやらせてやってるんだぞ。
その代わり、家のことはきちんとするって約束したの。忘れたわけじゃないだろうな。私が疲れて帰宅したのを分かっていながら、そんな嫌味を言ってくるアツト。なんだか、その口調といい、顔つきといい、義母にそっくりなところが、また腹が立つんです。似たような職業なんだから、この時期が繁忙期だと知っているはずなのに。よくも平然とした顔でそんなことが言えるなと感心してしまいます。この時から、私はアツトと結婚したことに、後悔を感じるようになりました。この先、何年もこんな生活が続くと思うと、耐えられません。そもそも、二馬力だからこそ、こんなに裕福な生活ができているのに、そんなことにも気がつかず、威張り腐っているアツトの神経を疑ってしまいます。しかも、こんな最悪なタイミングの時に、義母が我が家にやってきて、ちょっとお邪魔するわね。今日はリノさんに報告があってきたのよ。玄関の鍵はかけたはずなのに、右手には我が家の合鍵をしっかり持っている義母。アツトにはすでに報告済みなんだけど、うちのマナ娘のカレンがこの度結婚することになったのよ。それで先方はかなりの偉い方みたいで、結婚の顔合わせは両家の家族も揃って挨拶を兼ねてみんなで食事会をしようってことになったのよ。カレンちゃん、結婚が決まったんですね。おめでとうございます。義母が溺愛している義妹のカレンは、今年で確か22歳。大学を卒業したばかりで、しかもお金持ちと結婚とは、さすがとしか言いようがありません。でも、きっと義妹が盛大に結婚式をやってくれるだろうから、その矛先がこちらに向かうことはないだろうと、一安心です。そういうことだから、来週予定を空けておいてちょうだいね。とっても有名な高級料亭を予約してくださったんですって。しかも、当日は料亭は貸し切り。しかも、お代は向こうがすべて支払ってくれるみたい。楽しみだわ。ハイテンションの義母は、ずっと義妹の結婚式についても話しています。衣装替えは最低でも3回とか、料理の内容とか、手土産のこととか、まるで自分の結婚式かのように準備を進めているようです。そんな話を聞いて、やっぱり私は、結婚式はやめておいて正解だったと思うばかりでした。義母はわざわざそのことだけを告げて帰っていったわけですが、ふとアツトを見るととても嬉しそうな表情をしているのです。カレンも結婚するのか。嬉しいな。きっと花嫁姿も可愛いんだろうな。ご祝儀は奮発しなきゃな。たった一人の可愛い妹なんだから別にいいよな。最低でも20万円は包みたいところだな。珍しくにっこりして私に話しかけてきたアツト。うん、ご祝儀準備しなきゃね。でもすごいね。私自分が22歳の時って、まだ結婚とかそういうこと全く考えられなかったな。仕事が忙しかったこともあるけどさ。あ、でも、ところでお母さんに合鍵を渡したの？私知らなかったよ。そういうことなら、一言だけでも伝えてほしかったな。ご機嫌だから、少しくらい意見しても大丈夫かと思い、そう言ってみたのですが、これまでの表情とは打って変わって別人になったアツトは、ちっと舌打ちをした後に、お前はこんなにめでたい報告を聞いた後なのに、素直に喜べないのか？別に合鍵くらい家族なんだから渡したっていいだろ？母さんにはもちろん、父さんにも彼にも合鍵を渡した。文句でもあるのか？怒り心頭で、そんなことを言ってきました。私は驚きのあまり何も言い返す言葉が見つかりません。家族だからって合鍵を全員に渡すなんて、そんな話聞いたことがありません。私たち共働きなんだよ。どちらかが不在の時に勝手に家に入られるの、私は嫌よ。家の中を物色されるのも嫌だし、そんなの誰に聞いても同じことを言うと思うよ。これだけは譲れなかったので、私ははっきり意見を言わせてもらいましたが、結局、私が何を言ったところで、アツトは話を聞いてくれる気配はありません。それどころか、お前そんなに生意気なことを言うなら、この家から出て行けよ。俺は別にもう離婚したって構わないと思ってるし、それに結婚してみて分かったけど、お前と一緒にいても楽しいとも感じないし、仕事が終わって疲れてるのに、家に帰りたいって思えないんだよね。これって完全に夫婦関係が破綻してるってことだろ？じゃあ、
そういうことで俺は疲れてるから、もう寝る。これ以上話しかけないでくれよな。そう言い残し、アツトは寝室へと行ってしまいました。ひどい。なんなのこの人。自分勝手すぎる。なんでそこまで言われなきゃいけないの？私だって毎日必死に働いて今の生活を支えてるのに、許せない。私は今まで我慢していたものがプツンと切れるのを感じていました。ここまで言われて一緒にいる意味があるのか。アツトが言っていたように、私の中でも離婚という二文字が湧き上がってきます。そろそろ潮時ね。そう思い、離婚の準備を始めようと思っていたとき。おい、明日は何の日か分かってるか？母さんが言ってたカレンの結婚の挨拶の日だぞ。お前もしっかり挨拶くらいしろよな。そう言ってきたのです。すっかり忘れてた。そうだったね。料亭で顔合わせする日だったね。翌日、私はアツトの運転する車で指定された高級料亭へと出向くことになりました。道中でも会話はゼロ。アツトは私のことを完全に無視していて、話しかけてくる様子もありません。片道30分は苦痛の時間でしかありませんでした。しかし、料亭に着くと、もっと最悪なことが待っていました。まだ先方は到着していなかったのですが、いきなり義母が、え？なんでリノさんが来てるの？私あなたを誘った覚えはないけど。だって今日は家族だけでお祝いなのよ。そんなことを言ってきたのです。義父はずっと下を向いたまま、話に巻き込まれないようにしているし、義舞も。お兄ちゃん、なんでこんな暗い人を連れてきたの？やめてよ。今日はせっかくの食事会なのに、もう帰ってもらった方がいいって。私のフィアンセだって、こんな女がいたら絶対に、この人誰？ってなっちゃうからさ。そうだよな。確かに。俺も迷ったんだよ。今日こいつを連れてくるかどうかってさ。でもまだ離婚が成立したわけでもないし、家を出て行ってくれたわけでもなかったからさ。私の目の前で信じられないような家族の会話が繰り広げられています。一体、この人たちは何なの？という感じです。私が黙っていると、義妹が。ねえ、悪いんだけど、帰ってくれない？家政婦のあんたは家に戻って掃除でもしてろ。そう言って私を手で追い払ってきました。義母も、そうね、それがいいわ。合鍵をもらってから毎日のように家に行ってたけど、ほんと、どの部屋もまともに掃除がされてないのよね。さ、部外者はさっさと帰って掃除でもしてなさい。やっぱり、勝手に家に出入りしていたんだ。ひどすぎる。もういい。私もこれ以上は黙っていられません。だって、見下される義理なんてないんですから。わかりました。もういいです。帰ります。アツト、私今日家を出ていくね。離婚しましょう。私はアツトにそう告げ、もう親族じゃないので帰ることに。料亭を出ると、義妹の婚約者であろう人がちょうど到着したのですが、私はその人を見てびっくり仰天。相手方も、私のことを見て驚いているようでした。軽く会釈をしたのですが、その男性は私に近づいてきて、あれ？帰るの？なんて聞いてきたので、帰る。あの人たちは私のこと、家族だって思ってないんだってさ。しかも、家政婦なんだから、家に帰って掃除でもしてろって言われたんだよね。ありえない。あんたも、あの家族には気をつけた方がいいよ。そう言って私は、その場から立ち去ることに。はっきり言って、もう私には関係のないことですからね。それから私はタクシーで家に戻り、必要な荷物だけをキャリーバッグに詰め込んで、すぐに実家へと戻りました。実家の両親に事情を話すと、さすがに驚いていたけど、母は、別にいいんじゃない？離婚なんてこの時代大したことないから。そう言って笑っていました。私は両親とご飯を食べながらくつろいでいたのですが、それから2時間後に慌てた声で、アツトから連絡が入りました。もしもし、どうなってんだよ。カレンの婚約が破綻になったんだ。お前先方と知り合いだったらしいじゃん。まさか、何か余計なこと言ったのか？と言ってきたのです。あれ？
やっぱり結婚ダメになっちゃったんだ。いや、ただ私が帰る時に偶然外で会ったからさ、あんたも気をつけた方がいいよって言っただけだよ。ああ、彼ね、ユージは私の幼馴染でマブダチだったんだ。親同士もすごく仲良くてね。もしかしたらうちの親からユージの親にも連絡が行ったのかも。私がそう言うと、今度は義妹に電話が変わり、どうしてくれるのよ、せっかく玉の輿に乗れると思ってたのに。全部あんたのせいだよ、責任取りなさいよ。家政婦のくせに生意気なことばかりして許せないんだけど。やはり玉の輿目的でユージに近づいていた義妹。ユージも私と同じ目に遭わずに済んでよかったという感じです。玉の輿目的で結婚しようと思ってたんだ。それは残念だったね。てか今の言葉しっかり録音させてもらったから、そっくりそのままユージに伝えておくね。私はそう言ってやりました。その後、義妹のすすり泣く声が聞こえてきて、今度は義母が、あんたは一体何なのよ、私たちの邪魔ばかりして許せない。これまでアツトに支えられてきたくせに。怒り狂ったように怒鳴り続けていて、現実を何も分かっていない義母のことをある意味同情してしまいます。は？支えられてきたって誰が誰にですか？どちらかというと、これまでの生活を支えてきたのは私だと思いますよ。お母さん、アツトの給料知ってます？手取り11万円ですよ。その給料で私が専業主婦になって生活していけるわけないじゃないですか。ちなみに私の給料はアツトの5倍ですけどね。私が全てを暴露すると、アツトは、おい、それは言わない約束だろ。俺の立場がないだろ。やめてくれよ。すまなかった。もうそれ以上言わないでくれ。義妹は結婚がダメになり泣き、アツトは真実をばらされて泣いています。なんだか情けない兄弟ですね。そういうことで、私はもうその家には戻りません。勝手に家に出入りされるのも迷惑だし、家政婦扱いもごめんだし、何より、あんたたち家族を支援しなきゃならないのも、はっきり言って無駄金なので。これから弁護士に仲介に入ってもらうので、あとは書面でやり取りしましょう。はっきり言って、もうあなたたちみたいなバカで無能な家族と関わりたくないので。それでは失礼しますね。私はそう言って、一方的に電話を切ってやりました。最後の最後まで、みんなで私に謝罪していましたけどね。もちろん、許すことなんてしませんよ。それから、義妹は何とかして、ユージとの婚約を取り戻そうとしていましたが、無理だったようです。そして、アツトも私に幾度となく、リノ、俺が悪かった。許してくれ。頼む。この通り、反省してるから。なんて、謝罪を繰り返してきましたが、もちろんお断りしました。これ以上しつこくするなら警察に言う、と脅すと、ぴたりと連絡が来なくなりました。情けない男ですね。その後、私はアツトとの離婚が成立しました。精神的苦痛を被ったことで、慰謝料が請求できるとのことで、現在150万円を請求中です。ただでさえ、お金のないアツトなのに、これから慰謝料の返済とか、笑えます。全額きっちり支払ってもらうつもりですけどね。短い結婚生活でしたが、いい人生勉強だったなぁと前向きに考えることにしています。近々ユージと飲みに行く約束をしているので、たまにはストレス発散でもしてこようと思っています。